はい、どうも、こんばんは。こんばんはっつうか、もうおはようございますとね。よろしくお願いします。2017年9月の28日、6時、朝の6時2分です。よろしく。おはよう。ありがとうございます。はい、ワドツです。いや、うまいよ。ミロ飲んでる、ミロ。体鍛えないとと思ったから、豆乳って、タンパク質多いんですよ。で、豆乳と、ミロを濃いめに作ってるんで、ミロもタンパク質入ってるんで、プロテイン代わりに飲んでますね。はい、ワドツ。まあ、ざっくばらんに、暇つぶししましょう、皆さんで。先ほどはアイテムたくさんいただいたので、今月も頑張って稼ぎます。配信で飯食うの大変だよね、本当に。まあ何やるにも大変だけどね、金貯めていかないとな、本当に。お金を貯めていかないと。でもすごいよね、1億2000万の元本を作ったのもすごいけど、それをさ、ビットコインに全振りっていうか、そんだけ使えるってすごいよね。それが10億になったっていう話もすごいけど。ね、それでもまた授業を続けるっていう飽くなき向上心がすごいよ。だから、なんかお金持ちの人に聞いた話なんだけど、お金はやっぱ好きな人のところに集まってくるっていうか、お金は嫉妬深いって話を聞いたことあるな。まあ、だから失敗する人の中には成功する人がいるんだよ。すごいよな。若さんの件から見てるけど、和道さんこのような放送してるのが一番いいと思う。だってずっとこんな放送だよ。たまに、トラブルじゃないけど、炎上系たまにやんの。カソルから。新規の客。やっぱ知名度上げていかないといけないのよ。だから配信者、まあ、こういう枠がね、俺もやりたくてやってるからさ。でも、そう、食えないとやっぱダメだから。結構難しいんだよ。かそったら出会わないわけだから。だって、その、ごしゃぶ事件嫌いだって言っても、ごしゃぶ事件で知ったでしょ？みんな。肉球さんとかもそうでしょ？知ったきっかけはごしゃぶ事件でしょ？だから、うまくきっかけにできれば、俺はそれでいいと思ってる。でしょ？仕事でやってるからさ。まあまあ、気長に自由にやるのが一番いいよ。一回きりの人生だからさ。
豆乳うめえな。きっかけはなんで放送しようと思ったのか。あのね、俺もともと会社とかやってたり個人授業をずっとやってたんですよ。で、逮捕されちゃったんですよ、詐欺事件で。で、刑務所行きますよって言われてて、2ヶ月半警察署の牢屋の中に2ヶ月半入ってて、で、ああまあ罪償わないとダメだなと思って、で、出ることはないと思ってたから、まあ3年間ぐらいとりあえず刑務所でしっぽりやって、その後のことはその後のこと考えようって腹くくってたので、いざ裁判になったら執行猶予って言って、要は刑務所に行かなくていいことになって、あ、どうしようと思って、で、そしたらまあ蓋を開けたらさ、ね、執行猶予で何やろうかなと。拘置所は行かなかったの。そこ拘置所いっぱいで留置所にずっと生活してて、で、生活保護を受けることになって、まあ、3ヶ月間ぐらい、そのホームレス状態で、で、仕事も決まんなくて、ヤフーニュースのトップに載っちゃったの、その事件が。で、もう終わったわ、つって生活保護を受けるようになって、まあ、結構はしょって言ってるけど。で、その時に、今後どうやって飯食ってこう、つったら、その、やっぱり、やりたいことやって食ってこうと。で、その時興味あったのが、YouTuber とか、その、ブロガーとか、生主とか、まあいろんなジャンル、インターネットで食っていくわけじゃん。で、そこから一から出直してみっかと思って、ネットビジネスで。でも個人で食っていくようなのが良かったから。で、自分のネームバリューで食っていきたいなと思ったから。じゃあ、まあ3年ぐらいで食えるだろうと思ってて。で、一番向いてないと思ったのが生主だったんだよね。うん。自分に一番向いてないことをやるのが、なんか楽しそうっていうか、一番縁のないこと。YouTuber は実は、その YouTuber って言葉がなかった頃から YouTube 動画やってたから、それも仕事にしてたから、まあ、まあ、YouTuber はいいやと思って。それで生主選んだ。で、まあ当たったって感じかな。4年かかったけどね、食えるまで。4年かかった。うん、俺演技派だかんね。うん、まあそんな感じ。だからね、放送しようっていうのはもともと仕事のつもりでやってた。全然食えなかったけど。でもまあ、まあやってよかったなと思うよね。予想通りっていうか。で、今もう本当に1年間ぐらい安定して食えるようになったから、今の目標は配信で億万長者になるっていうのが目標。今の目標はそれですね。そうそう、もともともう仕事のつもりで配信始めてて、うん、そりゃそうよ。それは昔から見てる人は結構知ってる。まだずっと配信で飯食うって言ってて、まあ笑われたけどね最初は。うん、どうもどうも、日暮さんありがとうございました。めちゃめちゃ好評でした。ありがとうございます、本当に。すげえみんな良かった良かったって、貴重な意見っていうか。やっぱりその、なんだろう、鶴見の法則で、なんか、貧乏人は貧乏人、金持ちは金持ちでつるんじゃうから、ネットって情報がさ、何でも落ちてるような感じがするけど、実はそんなことなくて、情報格差がすごい進んでるじゃないですか。だけど、さっきの枠は、あ、本当にこういう人いるんだ、とか。なんか、みんな勉強になった、勉強になった、すごい好評だったんで、すげえ嬉しかったです。本当になんか、赤裸々な実体験ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。僕も勉強になりました、めちゃめちゃ。OK、把握者。あとは捕まることだけはしない方がいい。あのね、捕まることは俺が一番もう、本当に、反省してるかな。後悔はしてないんだけど、めちゃめちゃ反省してる。うん、やっぱりダメよ、うん。入るのも経験だと思うけど、つうか、もう俺は捕まるようなことしたくないね、本当に。実体験としてもうやだ。俺が懲りてる。反省してる。
やっぱダメだよね。自分の人生ダメにすることと、人が嫌がることするのはダメよ。まあ隠すつもりはないけどね、もう過去は変えられないから。他人と過去変えられないし、自分の未来しか変えらんないから、もうそれは受け入れて。だから逆に話してるよ、聞かれたら。詐欺事件で捕まったって本当って、本当だよって。で、話すことが抑止力になると思ってるから俺は、後悔してもまたする。いや、後悔はしてない。もうやっちゃったことだから。ただそっから学ばないとダメだと思ってて、反省はめちゃめちゃした、ノート何冊書いたか、本当にノート何冊も書いたよ留置所の中で。徹底してその自分を見つめ直す作業だったよね、で、めちゃめちゃ勉強になったよね、めちゃめちゃ勉強になったよ、本当に。ね、若いのに礼儀正しいし、俺より年下かよと思って。だからやかる必要ないんだよね、その本当に成功してる人は。自分で自分のそのことを満たしてるから、マウンティング仕掛けないよね。ライト兄弟の苦労した話聞きたいです、お願いします。俺が先輩に教わった時に話するね。ライト兄弟の苦労っていうよりも、まず先輩、すごい成功してる経営者の先輩がいて、私貧乏人だと私ですが、誰にでもチャンスは一回必ずあると思う。そのチャンスをつかむか残すか。なるほど。先輩すごい憧れてて、本当に稼いでる先輩で、その人に言われたのが、しっぽり飲もうって言われたの、珍しく。で、あ、わかりましたっつって、ありがとうございますって言って行って、そしたら、なあって、和道なあって、200年か300年ぐらい前だよって。誰も空を飛んでない時代に、すっげえバカな兄弟が、なあ、空飛びてえなあ、ねえ、飛びてえなあ、空飛ぼうぜ俺らって。その時にライト兄弟がどれだけバカにされたと思うって言われたの。いや、考えられないぐらいバカにされたでしょうねって。だろうって、今の時代タイムスリップしたいって言ってんのと同じぐらいバカなんだよって。でもライト兄弟のすごいところは、どんだけ経っても飛ぶまで諦めただよって言ってて、で、これって何なのかって言ったらさ、非常識を叩くの人は、要は常識ってあるだろうって。で、アインシュタインは常識のことを17歳までに身につけた偏見のコレクションって呼んでんの。常識って何かっていうと、17歳までに身につけた偏見のコレクション。要は器とか物差しっていう表現をしてるんだけど、俺は物差しって呼んでるね。人間には物差しを持ってて、これからはみ出すことは嘘であったりとか間違いであるっていう。だから物差しのでかい人間になりなさいっていう風に教わったんだけど、物差しはでかければでかいほど情報を受け入れると。その中から選べばいいだけだと。物差しの狭い人間っていうのは何を聞いても嘘だ、ダメだって。で、常識と非常識があると。だけど、世の中には稀に非常識に見えるけど、未常識。まだ見ぬ常識、未常識だよね。未知の未常識っていうのがある。未常識っていうのは非常識に聞こえるけれども、後の常識になるものなんだ。この未常識を見つけられるやつがビジネスマンとか経営者とかに向いてるんだって言われたの。俺はそのライト兄弟の話聞かせてって言ったら、この話がなんか実体験で思い出すかな。もう詐欺はしてないよ。てかね、詐欺した感覚はなかったの当時。友達の会社の案件を手伝ってて、で、それが思いっきり詐欺事件だったの。だから昔も詐欺したかって言ったら、詐欺やってましたっていう自覚があったわけじゃないんだよね。だけど被害者からしたらそんな関係ないから。だから実際その600万円の事件に携わって俺受け取ってるんだけど、その600万円もう1時間後とかに他の人間に渡してるから、俺が誰かをだまくらかして600万円奪ったと思われてるんだけど、その俺自身はその手元から書類と600万円移動しただけなんだよね。見た目怖いかな。ギャルさんいらっしゃい。はい。そう、怖い。だから、その詐欺っつうか、もしやるんだったらね、600万円自分の手元に残すけど、ね、飛行機が飛ぶ原理って物理的にはまだ解明されてない。なんだっけな、いや、解明されてるんだよ。されてるから飛んでるんだけど、なんだったっけな。
それもね、結構語弊ある話なんだよね。ネットではそれがテンプレみたいに言われてるんだけど、俺調べてみたらね、そうじゃないらしいよ。なんか物理的には分かってるんだけど、なんだったっけな、なんかね、分かってるんだけど、なんかその極端に歪められて伝わってるらしいよ。その飛ぶ原理が物理的にまだ解明されてない、完璧に解明されてないっていうのはちょっと語弊のある言い方らしいよ、うん、もう解明されてるらしいよ、ほぼ。何だったっけな、うん、まあそんな感じかな。世の中には上り坂下り坂まさかの3つがあって、誰でも和道さんはまさかの方だね。まさかこうなるとは、まさかこんなことが、大丈夫、誰でも失敗あるから気にしたらダメ。あのでも俺はそう言ってくれるのはすげえ優しい人だなと思ったんだけど、その牢屋の中に入ってる時に思ったのが、俺の不注意で怒ってるって考えないとまた同じことやるなっていう。だからその徹底して自分が悪いっていう風に考えてるかな。そのなんだろう、すっげえ腹立ったの。よくよく蓋開けて警官に聞いたら30億の事件、20億か、半年間で20億の事件だったんだよ。だから大々的に俺が年齢一番上27歳だからボスだと思われて、でその社長やってたから人脈がすごいし電話がすごいから、こいつがオレオレ詐欺の主犯だっていうことで、要は警察がそのリークしたんだよ。それでヤフーニューストップまで載っちゃったのね。そう。そう、19歳のガキどもがやってたの。で、その20億の事件の、トータル20億の事件の600万円の事件だったのよ。でさ、そのガキどもはさ、捕まってないわけよ、主犯たちは。世の中にはその6人の19歳のガキどもが20億掴んでて、俺は600万円で1円も手にしてないのに、なんで俺こんなその社会的制裁受けるんだろうって本当に死にたいと思ったけど、でも、その俺がやった不注意で被害者が生まれたわけだし、その俺の不注意なんだって考えないと先がねえやと思って、だからそのまさかじゃなくて自分の甘さが出たなと思って、それはもう受け入れていくしかないなと思ってるね、うん、他人のせいにしても意味ないし、うん、科学で理解できることはせいぜい 3%、 ほんの猿並みの知識で科学的根拠というアホ。あのね、俺本当にそれ思うんだよ。俺ね、いつもね、科学的に正しいことってとか、科学って否定は絶対しちゃいけないと思うんだけど、科学は何なのかって言った時に答え合わせが終わったものだと思ってるの。人類がその知恵を使って答え合わせが終わったもの。だからその数学とかってすごくてさ、素数の話とか超夢あるんだよ。でまだまだ解明されてないことって無限っていうほどあるわけじゃん。見つかれば見つかるほど無限にわからないことが増えていくわけじゃん。ね、だからそのなんかその科学以外のことは嘘だっていうのはちょっと物差しが狭いかなっていうふうには考えてるかな。なんかその嘘だって決めつけて誰が得するんだろうっていうか、なんか本物に出会ってないだけで本物に会いに行けばいいのにっていう感覚かな。だからそのさっき、まあビジネスの話次してよって、ワードどんなことやってたのって言ってたけど、その俺六本木ヒルズのヒルズクラブに入っあのでスピーチをしたことあるのよ。あのネットワークビジネスって言ってマルチレベルマーケティング、まあみんながネズミ講って言ってるやつなんだけど、それであの会社で上から7番目の成績上げたことがあって、その会社全体のね、で表彰して急にスピーチしてくれって言われたんだけど、六本木ヒルズってさ、ヒルズ族って言ってるけど、あの六本木ヒルズのみんながイメージしてる方じゃなくて、そこの横にマンションがあるの。そこに住んでる人が六本木ヒルズ族なのね。でメインの塔のタワーでさ、上場企業とかさ、村上ファンドとか入ってたビルがあるの、商業ビル。そこのトップって何があるかっていうと、あのでっかいもう超綺麗な夜景が見えるあの宴会場になってるの。そこはヒルズクラブって言ってて、で、まあ、特権階級の社長さんとか、まあ、日暮さんとかわかると思うけど、ヒルズクラブとか、っていうのがあるっていうことを知ってる人が少ないじゃん。で、そのヒルズクラブで、そこの場所で、何かを、もう、催し物、結婚式なり、何々、セミナー、スピーチとかや、株式上場のパーティーとかやるのって、そのヒルズクラブの会員しかなれないのよ。美術館は隣だな。メインの商業タワーの、メインのヒルズのタワーの屋上
屋上はヒルズクラブの。で、そこって年会費360万円なのよ。つまり、そこの、そこで何かを主催するのって、年会費、その、相当360万払うのが余裕な人じゃないと、まず開催できない。で、その人と繋がってないと、まず呼ばれないような上流階級の世界っていうのは、この世の中にあるのね。で、その、俺は成田の田舎者で貧乏人だったから、アルバイターだったから、そんなの知る世界じゃなかったのよ。もともと生まれた。でも、自分があがいて有名になりたいとか成功したいって考えたら、そこまでいけるんだって。だから地元の友達でヒルズクラブの話とかしても、何それお前嘘つきだろって言われてんだけど、写真とか芸能人とかと写真撮れるようになったりとか、個人資産200億で上場企業何個も作ったような社長さんとかと、その自分のセミナーにゲストで来ていただいたりとかしてたのよ。で、そうすると世界が変わるんだよ。同じ地球に住んでても住んでる世界が違うってあるんだよ。そうだからさ、そのなんか周りが嘘だ、地元の人が嘘だっていう話は嘘なのか知らないのかっていう、自分の常識を疑った方がいいよね。まず自分の器の狭さをこう広げちゃう行為になるから。ネットワークビジネスって芸能人よく来るよ、あのね、食えなくなった芸能人を会員に入れて、その要は雇うんだよね、食えなくなった芸能人って食いっぱぐれがあるじゃん。だから、そう、お飾りで入れるのっていう裏事情があるのよ。まあ本当に好きでやってる人とかもいるけどね、あの藤原紀香とかね、ハマる人もいるけど、でも本来ネットワークビジネスやってて俺いいなと思ったのがさ、小資本でさ、本当何ガッツさえあれば億万長者になれるからね。投資2万円3万円とかさ、それくらいのさ金でさ、月収1000万超えるビジネスって俺チャンスだと思ったけどね、やればやるほど稼げるじゃんと思って、実際稼げたかんね。本当に好きでしてるのはごくわずかですよね。あ、何が、あ、まあ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 、雇われてる、お飾りですよ。だ、本人何か分かんないけど、パーティー会場で飯食ってるだけだよ。アムウェイの、中村薫って資産数億円って、数千億は言い過ぎじゃないのかな。あ、でも中島薫さんは会ったことあるけど、すごかったよ、もうめちゃめちゃだったよ本当に。もう宗教の教祖だよね。資産数億千億なのかな、分かんないけど、まあ億万長者であるのは間違いないよね。数百億とかじゃないの。ネットワークビジネスっていうのは、まあみんながネズミ講ネズミ講って叩いてるやつなんだけど、マルチレベルマーケティングってやつをね、 MLM とか言われてるやつ、調べてみるとわかるよ、それで飯食ってた時期があんな。これはでも悪い印象なかったけどな、やってて、それで人脈かなり広がったし、やって楽しかったし、稼げたし。稼げない人が叩いてるとか、知らない人が叩いてるだけなイメージだけど、だから本当に裏を取ることって重要だよね。実際どうなのか目で見て確かめることって重要だなと思って。仕事紹介とは違うかな。ファンド連中は根のなんだ、マネー操作に長けてるから、なんていうか掛け事、ああまあそうでしょう、それはそうでしょう。ファンドだけじゃないでしょ。やったのはニュース、いや俺はね、ニュースキンとかアムウェイとかでかいところでやんなかった。でもね、俺最近ね、アムウェイかニュースキンとかモナビーとかでかいところで会員からやってみようかなとも思ってんだよね。また末端からやろうかなとか思って、それは放送では絶対勧誘とかしないけど、あのもう一回ネットワークビジネスやって別のキャッシュポイント持ってもいいのかなとは思ってる。配信である程度食えるようになって余裕が出てきたから、時間的な余裕と金銭的な余裕が出てきたから、なんか新しいこと始めたいなって、新しい人脈作りたいなとは思ってるけど、まあ事業を起こすでも何でもいいけど。配信業を選んだのはね、俺いつもそうなんだけど、俺のこれ口癖になってんだけど、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやる、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやる、
だからやりたくないことやりたくないんですよ。その、これが俺の夢なのね。で、俺気分がコロコロ変わるから、好きな人も変われば、好きなことも変われば、好きな時も変われば、好きな場所。だから、さっきも放送で言ってたけど、俺寝坊すっから、もし俺の家に迎えに来てくれるなら会うよ、とか。そういう性格なのね。で、アルバイトとかも苦手だし、なんか約束の時間守れないし、好きな時にできるって好きなことなんだろうって、喋りを仕事にしようと思って。で、その、会社とかに勤めるとさ、頑張ったら頑張った分だけ会社が成長しちゃうじゃん。だから無形資産って言うんだけど、ネームバリューとか無形資産、要は付加価値みたいなものが自分についてくるようなビジネスやろうと思って。そうするとやっぱタレントになるんだよね。でも、そのタレントやるには実績が少なすぎたから、じゃあ、YouTuber かブロガーか生主しかねえよなと思って。インターネットだったら少資本で始められるから、ね、もうただ同然だから。で、一番向いてないなと思ったのが生主だと思ったから、未経験だったから。じゃあ、生主選ぼうと思って。うん、アムウェイのな、あ、たくみさんも会ったことあるよ。うん。本出してるよね、有名。あとね、有名なのね、俺が好きだったのはアドベンチャーライ、高橋歩さんの前勤めてたところが高橋歩さんと友達、マブダチなのね、会社のオーナーが。高橋歩さんとか好きだね。たくみさんなんだっけ、たくみさんも会ったことある。たくみさんの名字なんだっけ。うん、面白いよやっぱアムウェイの人とか。もしくは自分でネットワークビジネス立ち上げても面白いかなと思ってるけどね。ネットワークビジネス確か300万ぐらいで OEM でサプリメントとか作れるから。あ、そうだよ、隠してて知らないようにやってるけど、高橋歩はもともと千葉のバーロックウェルズか、ロックウェルズやってたりとかもしてたけど、すげえ資本が入ったのはアムウェイだよ。だから意外と知らないだけなんだよ。俺歩さんのバーよく行ってたもん。千葉で会社やってる時行きつけだったの。何かを売りにするの、もちろん商品あるよ。うん、アメスベーすげえ、コンビニすら行くの億劫だわ。濡れるの嫌だよね。うん、まあ自由にやりたいっていうのがでかいんだよね。なんか時間の方が価値がすごいあると思ってて、お金が欲しいっていうのはあんまないの。好きなことやって生活できちゃったら勝ちだよねっつって。で、今実際そうなっちゃったのよ。好きなことやってノンストレスで、全くストレスない状態でお金が入ってくる状態にありがたいことになったから、リスナーさんのご支援のおかげでこういう生活できてるから、これはこれで完成した形としていいと思ってんの。ただね、人間で面白くて欲が出てくるんだよね。やっぱその配信が好きだから、配信で億稼ぎたいっていうか、配信で結果を出したいっていうのがあるのよ。今のティーンはネズミ子を知らないからすごい新鮮に感じるらしい。いやでもね、実際ね、ネットワークビジネス今の子に合ってると思うよ。俺は肯定派なんだよ。昔の人はネズミ、20年おきぐらいにブームが来るって言われてんだけど、俺がやってた時なんか北海道でアムウェイが大ブレイクしてたよ。うん、リベラル派のリスクヘッジはタイムイズマネーとかうんぬん、よくわかんないけど、俺はなんかリベラル派か、よくなんだかよくわかんないけど、なんか時間は買えないと思ってて、金じゃ買えないものを手に入れるのって結構難しいかなと思ってて、なんかあと場所に制約されないのがでかいよね。俺がイタリアですって言ってもさ、ここイタリアっつっても多分収入減らないんだよ。それがでかい。好きな時にね、起きた時間に配信回して好きなだけ寝てで稼げるっていうのは結構いい生活だよね。ありがたい。まあいつ干されるかわかんねえから、そういうリスクはあんのかもしんないけど、ありがたいことに本当に食わせてもらってっかんね、アイテムで。なんか店もやりたいなとかも思ってんだよね、最近。また店やりたいなと思って。
でももう飲み屋飽きちゃったからさ、才能ねえやと思ったから、物販やりたいんだよね、今。シルバーアクセサリーとか、なんか作って販売したい。店ってどれくらいかかるんだろう、都内でやんの。俺はね、メインの収入ふわっちだね。あと YouTube の広告料が、まあ結構入っ、まあお小遣い程度入ってくるのと、あとステッカー販売してんのね。結構高く売ってるんだけど、みんな買ってくれんだよね。1枚1000円で売ってて、このステッカー。そう、まとめて買ってくれる人とかもいて。これと、もう1種類あるんだけど。あと T シャツ販売とか、もろもろだね。T シャツ販売、ステッカー販売、YouTube。で、一番でかいのふわっち。ここ3ヶ月の、多分今月は25万。今月ふわっちが25万でもう大打撃。先月は5、60万かな。先月、先々月は5、60万だから、約半分になっちゃったね。ふわっちの収入。ちょっと危ない。物販の T シャツとかは、すずりっていうサイトで、要は俺から買うんじゃなくて、サイトで購入するの。で、取り分っていうのが設定されてて、要はサイトで買うじゃん、俺のグッズを。俺がデザインしたグッズを買って、コンビニ払いとかで届くでしょ。で、そしたら俺にいくら売り上げたので、僕の取り分いくらですよって、そのサイト内にストックされるの。で、俺が引き出したい時引き出せるっていう感じ。読みは画道、和道ですね、和道。WADO です、和道。和道ちゃんとか和道さんとか言ってるね、みんな。先々月まで調子良かったんだけどね、100万円いけるかなと思ったけど、ダメだったね。まあ、でも10年以内に億万長者になれればいいやと思ってるから、結構気楽にやってるよ。10年以内に年収1億達成できればいいやと思ってる。やっぱ甘い世界じゃないから、キャリアを作っていかないとね。アフィリエイトやったことないからわかんない、俺。今時の人は配信で金入るんだね。和道さん、貯蓄ありそう。俺、生活保護ですよ、先月まで。俺、先月まで生活保護。貯金ないっす。もう、沖縄配信とかで50万ぐらい使っちゃったんで、全然ないっすよ、貯蓄。もう、その日暮らしっす。だからもう、今月やばいよ、家賃の更新とかもあるし。食うのに必死だよ。だってさっきも4時間喋って2000円だからね。金目当てじゃないのに億プレイヤーにこだわりある理由は。億、要は好きな配信で1億円取れないってことは、俺一応、例えばね、最近、配信と全く知らないところで俺行きつけの飲み屋があるんだけど、バーのマスターが、やっぱ仕事をこの人何々さんって言って作家ですとか、この人テレビプロデューサーの誰々さんって紹介するじゃん。で、あ、ワド紹介するねっていう時に、この子インターネットでプロの配信家なんだよって言って紹介されるようになったんですよ、最近。飯が食えるようになって、ここ1年間ぐらい。で、あ、すごいですねって、お互いになるわけじゃん。あ、どういう業界の話って。やっとプロとして、プロの配信家として、何かを語れるようになったの、全く知らない人に。だけど、とはいえ普通なんだよ。普通に仕事してるだけだから。だけど、こいつ1億稼いでるんですよってなったら、どの業界の人でもすごいってなるのよ。要は配信会で有名とか、配信会で飯食えてますって通用するのって配信だけじゃん。だけど、例えば野球選手とかに自己紹介して、この子1億円稼いでる配信家なんですよ、ワド君って言ってって言ったら、ああ、一流なんだってなるじゃん。初見さんいらっしゃい。だから、なんつうんだろう、そういう感じ。その結果を出したいっていう。お金が入ってきて何かをしたいわけじゃなくて、なんだろう。その世界で一流の人なんだっていう、それくらい没頭した人なんだっていう。だから、なんつうんだろう。それを、なんつうんだろう。証明するのは年収が一番早いなと思ってんだよね。生活保護でも何でもいいと思うのと思う。だこだわるっていうよりも、やっぱ好きな世界だからこそ、こだわるもんだと思うよ。
嫌いな世界だったら別にどうでも、パスポートっていうかさ、あとその億万長者にならないと億万長者のことは語れないわけじゃん。俺月収100万とかの世界とかそういうのは語れるけど、億万長者の知り合い見てきたけど、やっぱり体感ではないじゃん。その聞いた話になっちゃうから、自分の口の体験で話したいの。いや奥別に大したことないよみたいなのとか、いや億万長者いいぜとか、なんかそのなんか経験したいだけ。ただ億万長者が見えてる世界ってどんなんなんだろうっていう。見据える先は名声、いや富全部欲しい。あのよく言ってんだけど、お前何のために配信してんのってよく言われるんだけど、富だって言ってて、富って何なのかっていうと、地位名誉金名声人脈全部手に入れたいと思ってる。でその手に入れる手段を配信ってこだわってるだけ。俺はそのために配信やってるよ。有名になりたいし、金も欲しいし、人脈も欲しいし、仲間も欲しいし、全部手に入れようと思ってる。だから実際俺が配信やった時、要は配信やるまでに持ってたものってあるじゃん。家族とか仲間とか全部失ったの、配信で。仕事も名誉もなんか地位も。だけど今手にしてるものって全部配信で手に入れてんのね。だからそれくらい没頭してるから、もうなんか割り切ってるよ。うん、配信で全部失ったけど、配信で全部取り返したって、お釣りが出てきたって。だから配信やってよかったと思う。うん、あ、くだらないコメントブロック入れるからね。はい、ブロックでーす。名声とかじゃなくて全部欲しいですね。で配信自体のマーケットは俺はでかくなると思ってるから、あのトッププレイヤーでいたら億万長者も夢じゃないと思うけどね。うん、だって極端な話さ、配信で1ヶ月800万毎月稼げばいいだけだよ。余裕じゃない？別に変なこと言ってるつもりないんだけどな。例えばその海外のサイトとかだと年収10億円とか普通にいんのよ。中国とか。うん、なんか別に普通なことだと思うんだけど、そんなに変なこと言ってるつもりないよ。いや、配信者のプレイヤーとしてやりたいの。金が欲しいわけじゃない。もし本当に何でもいいから億稼ぎたいっていうタイプだったら、俺は配信選んでない。むしろ配信で50万稼ぐ大変さ俺一番分かってるし、効率悪いの分かってやってるから。そう、スーパースターになりたいの。そういうこと。マイケル・ジャクソンになりたいの。そういうこと。俺はマイケルになりたいの。This, this ってやりたいの。ユニクロのジーパン着てたのがね、リーバイスのヴィンテージ着れるようになったからよかったよね。うん、大変っすよね。あ、でも年商ですよ、僕が言ってる億万長者って。あの配信業って個人事業主みたいなもんなんで、日暮さんの考え方で合ってますよ。年商で合ってます。僕の場合元手がほとんど、コストがかかんないんで、あの配信の場合は。おめでたいね。素敵な勘違いタイプだね。でも俺ね、なんかね、昔からね、自分がやりたいと思ったこと全部達成できてるのよ。なんか不思議に運があるし、人に恵まれてるタイプだから、その配信で飯食ってくって言った時笑われたんだよ、本当に。99% に否定されたの、リスナーさんに。でも実際食えてんだよ、3年後。っていうように、音楽で飯食うって言った時も19歳でライブハウス経営してたし、だからね、なんとかなると思ってる。うん。俺多分10年以内に億万長者になると思うよ。ああ、わかんねえわ。スーパースターが短命なのは。うん。ねえ、いっぱいいるよね、億万長者なんてね。うん、
そんなになんか変なこと言ってるつもりはないんだけど、なんかよく笑われんだよな。何がおかしいのか俺には全然わかんないけど。俺の場合さ、ほら、事業家ではないからさ、その投資をするっていう感覚じゃなくて、チップをもらって生活してるようなもんじゃん。だから何で返せるっつったらみんなの暇つぶしとしか言えないんだよね。難しいんだよね。もう気に入られ商売、可愛がられ商売だから。いや、わかんないっすよ。でも、はちみつさんさ、それはバーにしても何にしてもそうだと思うし、携帯電話の普及台数がテレビを超えてる時点で、実際どん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 食えてる人増えてると思ってんのよ。だから俺が食えるかどうかはわかんないけど、配信サイトが全部なくなるっていうことはないと思ってるから。配信会のマーケットってすごい増えてるのね、配信サイトも。だから、配信会は盛り上がると思うの。市場規模はでかくなると思うけど、俺が食えるかどうかは人気商売だから別問題って言い方をしてる。で、その来年でうまく稼げるかどうかわからないっていうのは事業家全てにおけることだと思ってるから、それは覚悟してるよね。俺の主観なんだけど、ふわっちって会社は配信者課税で半分持ってくから、配信者は奴隷みたいなもんだよな。おお。おお、なるほど。奴隷、おお、なるほど。レベルが低すぎませんか、世界的に。だってさ、俺の目標設定をするときのルールなんだけど、自分がギリギリ手の届かないことを言ってんの。だから、生活保護だった頃は、配信で飯食うことが夢だったの。要は、達成方法がわかんないから夢って言うんじゃん。達成方法がわかるのは計画とかになるな、戦略とか。で、今の夢は億万長者。今の俺の力では絶対無理なの。ぶっちゃけ月収100万円は手が届く範囲にあると思ってんの。だから、そういう風にしてる。だって俺が100億とか7兆とか言っても意味わかんないでしょ。それこそおめでたくなるから、俺はギリギリやり方がわかんないところを目標とか夢に据えるっていう、目標じゃない、夢だね。俺は今億万長者を追っかけてる。もしよかったらアイテムちょうだい。まあ、レベルが低い高いって誰かと比べてやってるわけじゃないかな、それと。石野は月収2兆。あ、200兆。月収200兆が目標。石野は。でも25万あれば御の字だって言ってたよ。まあだから1億稼いだら100億稼ぎたくなるんじゃない？わかんないけど。いい意味でいろいろやりますけど、多動症とかだね。俺 ADHD だよ。ADHD とアスペルガーが併発してる。そう。欲しい。でも懲りた。のんびり稼ぐ。まあまあ、お金嫌いな人とかお金がいらないっていう人いないからね。俺はお金で幸せになれるとは思ってないけど、お金は不幸を減らせると思ってんの。金はあればあるだけ有利だと思ってる。
和道さん、きっかけさえつかめれば年収数億。あのね、だからさっきも言ったんだけど、その何かやりたくないことをやって数億円手に入れたもん。だから宝くじで億万長者になりたいとか、FX で当てたいとかないの。本当に、夢みたいな話で、例えば今この瞬間に花火5000発上がるとかさ、すげえ夢ない。1000万稼いじゃうの。1000万じゃないか。花火5000発っていくらだ？花火5000発は500万か。ん？ 500 万か。夢ない？ そういうなんかバカみたいな感じを出したいの。うわーみたいな。ふうみたいな。よし、ランボルギーニ買いに行くぜみたいなさ。そういうなんかバカみたいなノリがいいんだよね。おはよう。そう、金はあればあるだけ便利って感じかな。そう。夢だから。そう。でも俺は達成、夢だけど、夢は叶えるものだと思ってるから。夢は見るものとか諦めるものじゃなくて、俺は夢は叶えるものって定義にしてるから。掴むものっていうか。そこはちょっと人と違うかもしれないけど。俺は自分が見た夢は絶対達成するよ。実際花火5000発もどんどん上がり始めたら、バクって疑って焦るよね。どうだろうね。5000発見てみたいね、花火ね。今ね、キャンペーンだからみんな買って投げて、花火。俺、いけると思うんだよな。俺、なれると思うよ。余裕で。和道、無道。楽して稼ぐ で、喋りが好きだから喋って気の合う仲間たちと稼ぐ以上、それ以外できない。それ以外の金の稼ぎ方は知らないぐらいがちょうどいい。だから100万とか掴んだことあるから、億は掴んだことないから、いや俺億万長者になるんだったら配信しか知らねえわっていうぐらいかっこいいこと言ってみたいよね。もう一回億掴むんなら配信かなみたいな。金に困らない生活をしたいよな。話変わるけど、前から思ってたんだよ、ネックレスって。あ、わかんない。ネックレスがどこのメーカーかわかんない。名前変えたよ。サイコパスワードだよ。サイコパスワード。サード、わかんないわ。サードが沖縄で買ったね。沖縄配信やった時に初めて月収50万超えた時のご褒美でこのネックレスと一緒に買ったね。一生もの。やっぱ夢は叶うっていう。ジョブズもサイコパスなんだ。サイコパスっぽいよね。まあ、好きに呼んでくれていいよ。サイコパスだろうが、アスペだろうが。俺は俺だもん。周りが何て呼ぼうと知らないよね。このネックレス、いくらだ？ 6 万ぐらいかな。こっちが6万だ。これが6万で、これが6万で、こっちが5万かな。お金があれば80%は悩みなくなる。もっとなくなんじゃねえのかな。もっとなくなりそうな気がすんな。俺実際お金がないからっつって90%ぐらい我慢してたような気がするけど。
次の世界を作らないとってあなたが思ってるんならあなたがやるべきですよ。それを僕に強要するのはおかしいですよ、うん、僕楽しいんで人生、うん、あなたがそう思ってるならあなたがやらないといけないと思いますよ僕。ジャッキー・チェンの映画Who I Amのブレスレットにそっくり、これっすか、どうなんだろう、わかんねえ。車の免許は、俺欲しい車がロールスロイスのゴーストだったら欲しいと思ってんの。それからランボルギーニ、それが手に入るようになったら車の免許取ろうと思ってる。それ以外乗るつもりない俺、自分の車で。順番が違くて、車の免許取ったからの車何買おうって普通の人考えるじゃん。俺はもう乗る車決めてんのよ。ロールスロイスの、ゴーストに乗るかランボルギーニに乗るかしかないから、だその2つを車を買ってから免許取る。ああ全然配信家です僕は、アクセス職人じゃないですよ。初見さんいらっしゃい。お金で愛は買えないけど金がないと愛も育めないよね。いやそんなことないと思うけど、うん、すでにできたよ、うん、お金があったで新たな悩みを生まれるのが人間じゃないかな。そうかな、お金があって悩みは生まれないと思うけど、そう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 、楽しんで奥稼ぎたいって感じかな、うん、楽しんだ結果奥が手に入ったらもう最高の人生だと思ってて、うん、奥稼ぐのに苦労を一つもしてないっていう状態を作りたい。指輪いくらぐらいだろう、うん、大したことないよ、20万ぐらいじゃん、うん、お金があってもう病気は治りませんでした。そうっすね、うん、でもねいい医者につくとかね、そういうことはできるからね、うん、なんか高額医療を受けられるとかあるよね。自分の好きなことで稼げる人間って1割ってよく耳にする。ああそうなんだ、好きなことやればいいのにね、もっとね、うん、1回しかない人生だからもったいないよね、うん、あ、隊長さんめんどくさいです絡み、はい、だるいの嫌なんで、だるい絡み嫌なんでごめんなさい、楽しくやってるんで、めんどくさいです絡みが、はい、僕楽しい人としか会話したくないんでごめんなさい、だるいっすそういうの、エフェカシー下げる人とは絡みたくないんで。ニコ生の時飢えてた感じ、配信としては面白かったけどな、懐かしいな、飢えてたね、だって本当に食えないんだもん、うん、リーマンより、うん、今月はだから20-30万ぐらいかな、先月は80万ぐらい、その前が60万ぐらいかな、うん、だからリーマンより稼げてるかどうかは分かんないけど、それくらいです。はい。おい、バレーにおはよう。やるべきこととやりたいことが同じ人間があまりいないってのが現実。俺は配信しかないかな。配信以外やることないから。友部寺博士好きなの表として、俺は博士の本100冊、一時期ドハマりしたね。トマベチ先生の本読んで、今トマベチ先生が引用してる本を読んでるぐらいだね。トマベチ先生ってオリジナルの言葉で言ってるように見せるのがうまいんだけど、実はすごい、あ、これが元ネタかっていうの多いの。だからトマベチ先生にちょっと俺、あ、ないわってなってる。うわぁ、この人面白いと思ってすげえ本読み漁ったり動画見たりしたんだけど、セミナーの100万する限定動画とか友達にもらったりとかして、すげえハマった時期あったけど、今はなんか慣れちゃった、そういうのが分かってきて。税金分はちゃんと取っといてあるんですか？税金分をちゃんと取っといてるっていうよりも、申告をちゃんとしてますね。突然多く稼ぐり、そういうもんだよ。みんなさ、稼ぐってさ、こうやって右肩上がりにこうグラフが上がってくイメージでしょ？違うよ。急にバンってくるからね。俺何回も、何回かチャンスがあって稼げた時あるんだけど、パンっていくよ。で、パンって落ちてるから。
そういうもんだよ人生って。パンパンだよ。うん、最初から就業っぽかったよね友達秀人は。朝原の影響お前が一番受けてるだろうと思ったの。ひょけさんどうも。コンフォートゾーンとかね面白いよね。あの人は好きだよ。レスポールのヴィンテージギター何百本持ってるからね。狂ってるよな。落ちる時も一瞬だし上がる時も一瞬だと思うよ。例えばさ、あのなんだろう、とんでもないビル・ゲイツが俺のリスナーになって、ワード君に花火を5億発あげようっつって、バン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 って花火上がったら終わりじゃん。そういうもんでしょ。ワード君は気に入ったよっつって、ビル・ゲイツが、ウォーレン・バフェットでもいいよ。うん、そんな感じじゃないの。あー、あのね、あのロバート・キヨサキでしょ。それが面白いんだけど、あの日暮さんね、俺ロバート・キヨサキの本、あのマルチやってた頃すげえ読まされたので、あの ESBI クワドラントとか言ってたんだけど、アメリカのテレビであのロバート・キヨサキのその本当なのかっていう検証番組があって、あれ詐欺師だったんだよ。知ってる日暮さん、あの金持ちお父さん貧乏お父さんってあれ嘘だったの。金持ちお父さんって存在しなかったので、不動産投資も一回もやったことなかったの。あれ笑うよね。そう、あんだけさ流行ってさ、あんだけベストセラー、ただの作家だったんだよ。ただのベストセラー作家だったのね。面白いよねそういう。だからそういうなんか世の中の人が常識だと思ってることをめくるのが好きなの、マジだよ。 ESBI クワドランドとかロバート清崎の書いた内容全部嘘だったの。うん、あれ面白いですよね。ニュースでやってた？うん。花火もう全然上がんないよ。やばいよちょっと。まあでもダメな時も楽しもうと思ってるから、いい時が来るから。で結構知らない人が多い。この前もね、あのバーミヤン、この辺ってあの僕西新宿に住んでるんで、あのニュースキンがあるんですよそこに。ニュースキンとモリンダか、モリンダっていうネットワークビジネスがあって、そこで言ってんの、 ESBI ESBI クワドラントって知ってるとか、金持ちお父さん貧乏お父さん読んだ方がいいよとかおばちゃんが言ってんのよ。俺突っ込みたかったもん、ちょっと待てお前ババアって、お前勉強不足だぞって本当に言いたかった。あのね面白いんだけど、そこにあのタワーがあんのよ、あのオフィス街だから。でそこにニュースキンが入ってんだけど、そこの本屋って面白いんだけど、ネットワークビジネスで成功した人ばっかりの本のコーナーがあんの。そう、うん、言ってることは正しいとかじゃなくて、そのね、あのこれ実際に上場企業3つ作った人の言葉ね、俺が生で聞いた言葉なんだけど、生で聞いた言葉、あのこれすごい心に響いた。あ、ありがとうね、アイテムゼルって。いやまあしょうがないよね、アイテムありがとう。あのね、上場企業3社作った人、あの本当にすごい有名な人なんだけど、その人に直接聞いた言葉ね、目の前で、ワド君って、何もしない人間はダメだよねって。あ、わかります、その通りですね、何もしないぐらいだったら本を読んだ方がいいよね、君は本何冊読むって、1ヶ月20冊ぐらいですね、本、でももし君が成功して本を書きたまえってね、本を書いてくれないかって言ったら、お前10倍増しに書くだろうって言ったら、絶対書きます、盛りますって言って、全ての世の中の自伝の本は10倍増しに書いてるからって。だから何もしないぐらいなら本を読んだ方がいいけどね、あのそれは全部10枚増しで書いてあるから、ほぼフィクションだからって、本当のことって1割しか書いてないからって。なるほどって思って、じゃあ本を読むよりも何した方がいいと思うって、うん、人の会うことですかって言ったら、正解って。だけど人って話半分に聞けって聞くだろうって。ああ、確かに、あの島津くん、あ、和道くんもそうだけど、人と話すときって話を盛るでしょって。はい、盛りますって。だから人と会った方がいいんだけど、話半分に聞け、要は 50% の情報なんだよって、真実の情報。なるほどと。じゃあ 100% の情報って世の中にあるんだけど、何だと思うって言われたの。
要は何もしないよりも本を読め、本を読むよりも人に会え、人に会うよりも何かしろ、何をする、君だったら何をするって言われた。その時みんなは何て答える？そう、100%真実のことがあると。何もしないより本を読め、本を読むより人と会え、人に会うより何をすればいいか。本当大事ですよね。情報はその下流か、上流から下流に流れるっつって、情報格差がすごいですからね。その通りだね。行動をする。もし君が失敗でも成功でもいいけど、やったことは100%真実なんだって。そう。だから失敗は失敗じゃないんだよって。諦めた時失敗になるだけの。だけど、自転車に最初から乗れる子供も、最初からベラベラ喋れる子供も、最初から数学を完璧に理解する子供もいないんだと。諦めなければ経験を積むだけなんだと。だからとにかくやれって言われた。とにかくやれと。もう人に会ってる暇があったらやれと。本を読んでる暇があったらやれと。唯一もうどうしようもなく何もやることがなかったら人と会えと。どうしようもなく、もう何もすること、人も会えないっていう時に本を読むと。移動とか、電車とか。それ以外はずっとやってろと。自分の何かを。すごい響いたね、それは。それはすごい大事にしてる先輩からの言葉。とにかくやりなさいと。その人のセミナーすごかったよ、本当に。ああ、誰は言えない、ごめん。通報するバカがいるから。ごめんね。亀をいらっしゃい。そうだね、質も大事だけどね。でも、とにかく会うことが大事だよ。そう。情報の下流、上流っていうのは絶対あるから。誰と付き合うかだよね。ビジネスはよく何をするかよりも誰とやるかって言われてるよね。ことよりも、だから好きな人と好きなことをなんだよね、俺は。順番がちゃんと決まってんの。好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやる。優先順位が違う。好きな人と。だから結婚できないやつって、結婚したいっていうことを話すじゃん。でも相手がいないと結婚できないんだよ。で、結婚できる人ってこの人と一緒に生きようって決めた人だよね。で、この人と結婚をする。どこ、え、いつって。どこで、いつまでって。まあ、掛け算。あと、テコの原理だよね。本当レバレッジは発明だと思うよ。テコの原理。複利だね。複利を理解するのと、パーセンテージで考えられる人っていうのは、俺は頭のいい人だと思う。金融工学も全部複利じゃん。普遍的だよね。FX はね、なんか労働収入な気がするから、俺あんまり微妙かな。なんかパソコンの前に張り付いて1億円手にしたとするじゃん。5年間かけてパソコンの前に。苦痛でしかない。 それが好きな人はいいのよ。だけど、パソコンの前で数字を見てカチャカチャってやるっていうのが向いてない、俺にとっては。俺アスペと ADHD、 ゆうりさん。アスペプラス ADHD ね。プラスサイコパスって言われてる今。人に向かってサイコパスとか失礼だよな。
だから FX とか株とかあんまり興味ないかな。夢がね、なんか。いや、それが好きな人のことを否定してるんじゃなくて、自分が向いてないのよ。なんかこう、おしゃべりだから、なんかこう、人と話してるときすげえ、こう、楽しいのね、こうやってやってるときに。それで、好きなことで飯を食うっていうのが、やっぱ誇りを持てるしさ、なんか、喋りで食ってってんすよって、やりたいから。だから頼むよ、みんな、ちょっと。俺の放送、みんなの暇つぶし全力出すからさ、みんながパソコン、ね、貼り付けるように頑張るか、耳のお供に。ちょっとアイテム頼むぜ。ビットコインもう諦めたの。俺、ビットコインやらないっつってんじゃん。違くて、ビットコインで成功した人の話を経験として入れたかったの。成功法則、失敗法則を体感したかいいっていうだけよ。そう。考え方を手に入れたかっただけの。さっきすげえいい話聞けたよ。うん、フォローありがとうね。どうも。あ、ビットコインをやるっていうのが分かんなくて、ビットコインを知ってたかったの。そしたらビットコイン1億2000万を10億円に変えた人がとつかけてきてくれて、日暮さんなんだけど、そう、すごいよね。だからビットコインすげえ儲かったっていう話が突然聞けたっていう。仮想通貨60万ぶち込んでる。ほう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 。すごくない？ 1 ヶ月で1億2000万が60、え、1億2000万が10億になったっつったよ。笑うよね。ね、一生食ってけるじゃんっていう。6億円ぐらい儲かったとか言ってた。天才すぎるでしょ。1年ぐらいか。ごめんごめん。そう、この日暮さんっていう方がその先トツかけてきてくれて、めちゃめちゃ儲かったって。うん。そう。で、それの生の放送がめちゃめちゃ好評だったの。そう、だから実際10億になったけど、手元に残ったのは6億でしたって言ってたよ。30% ぐらい。多分会社でやってたんじゃない？ビットコインって多分額が消えたって相当あったけど、あれもう、ああ、どうなんだろうね。今、リップルがいいって言ってたよ。日暮さんは。もうビットコインは、上がっても60いかないって言ってた。うん。日暮さんは今リップルがいいんじゃないですかって言ってたよ。伸びそうなのは。内部分裂したんだ。うん。やば。自己破産か。やば。シルバーアクセの店とかやるのっていくらぐらいかかるのかな、初期投資。なんか物販やりたい、店。物販。おはよう。都内でやるんだったらどれくらいかかるんだろう。ショップのオーナーになりたいね、今。もう、飲食は飽きた。まあ、俺は配信だよね。クロムハーツの転売。あ、だから儲けようじゃなくて、自分の、そのアクセサリーを売りたいんだよね。自分でデザインしたの。転売とかで儲けたいっていうのないの、気質的に。初見さんおはよう。仮
仮想通貨の話で結局は在庫を抱える商売。まあ全然楽しいじゃん。プラクルアンっていうのがあるんだよ、タイに。タイのお守りとかも置きたいんだよね。プラクルアンって知ってる？日本で売ってる店ないんだよ、プラクルアンが。はい、グッモーニング。アイテム来たね。ハサカさんいつも、あざっす。プラクルアン、多分向こうで多分100万円分ぐらいガツッと。いや、いいよ。クロムハーツ俺好きじゃないもん。プラクルアンやりたいな。あ、俺商売向いてないよね。俺もほんとそう思う。はい、ありがとう。どうも。俺もそう思う。商売人とか無理だね。経営者も無理。向いてないっすよね。適当だもん、俺。責任感ゼロだからね。決められた時間に店。だから、オーナー業でやるんだったらいいけどさ、自分で店頭に立つとか絶対無理だもんね。なんかでもショップは1個持っときたいよな。遊び場を作りたいんだよね。遊び場を。いかに、そうだよね。俺はだから配信って何なのかって言った時にみんなの暇つぶしだから、役割的に言ったら。販売はネットのみでやれば経費浮くし、海外に売り込むのはどうですか？いや、実店舗欲しいんですよ。遊び場が欲しいんですよ。実店舗で遊び場が欲しいの、俺。ああ、まあ、接客とか営業はできるよ。下手じゃないよ。全然できる、できる。ただ、やりたくないんだよね。眠くなるまで起きて、起きるまで寝る。そう。いつもそうだよ。だいたい30時間ぐらい起きてて眠たくなるから、そうすると。で、24時間寝るみたいな。ああ、やってたよ。自分でセミナーの講師もやってたし、主催してたよ、毎月。会社経営してる頃。若手の経営者とかすごい集まる。おじさん、おばさんとかも結構集まってたけど。握手してください。今まで受けたセミナーで一番良かったです。とか。やってた、やってた。でもね、もうね、なんかね、儲かりますよっていう話をね、人前でするのも、もうなんか良くないなと思って。なんか、儲かりませんよって言ってもセミナーで客来るぐらいにならないと面白くねえと思ってるから。全然儲からないっすねって言って、客満員の方がかっこいいじゃん。今月30万章、普通に働いてる人大変だよ。どうだろうね。もっと稼ぎたいっすね。いや、俺普通に働いた方が体壊す。ストレスないっすね。ストレスない仕事にしたかったんで。そうだね。稼いで税金対策で実店舗持つぐらいにならないと余裕でできないよね。赤字でいいんだよっていうぐらいの店やりたいよね。あ、税金対策だから赤字でいいんだ、ここはって。黒字になると困っちゃうんだよ、つって。ねえ、そういうのがいいよね。そのセミナーの時の動画あるよ、見る？あ、その時のセミナーの動画じゃないけど。見たい人手挙げ。それは、現役でセミナーやってた頃の、あれじゃないけど、ちょっと待って。コメント欄荒れすぎでしょ。コメント欄荒れすぎでしょ。
もう好き勝手書かれてるよ。好き勝手書かれてるわ。荒らされてるよ。俺の動画荒らされてますよ。本当にすげえな。コメント欄荒れすぎでしょ、久々見たら。コメント今でしょ今でしょじゃねえよ、本当に。いや、笑うね。笑うよね。これは、会社の人が作ってくれたの。ボロクソ言われてるからね、コメント欄笑うよね、本当に。いや、コメント笑うわ、本当に。さすがだよね。名作だよね。名作だよ、本当。いや、じわるね。ウケるよね。いや、俺が見ても笑うもん、こんなの。この時いくらぐらい稼いでました？この時生活保護だよ、俺。稼いでない、一切も。ニコ生のリスナー面白いよ、やっぱり。一味違うよね、やっぱり。あれは四つ目にはないかな。YouTube にはないね。もう一回流すの。もう一回見たい人じゃ。もう一回見たい人、手挙げて。見ます？欲張りだな、本当に。見ます？皆さん見たいの、見たいの、みんな。なんで見たいの、見たい。じゃあもう一回見ようか。もう一回だけだよ、もう一回だけだよ。いくよ。今です。こいつら本当に。ああ面白いね。いや面白いね。何回見ても笑えるからね。コメント力ありすぎるだろこいつら。最後じゃあるよね。今ですつって。今つって。今です、今でしょつって。お前らも書くなよ。今のコメント増やすなよ。残るからログが。今でしょって書くなよ。URL いる？URL 送ろうか。URL これね。ああ笑うわこんなの。じわるよね。どれさも爆笑してたもん。荒れまくりだよね。
セミナーやってた頃の写真ならあるんじゃん。あの儲けてた頃の写真見る？儲けてた頃の写真、写真なら残ってるよ。見たい。多分もう見飽きたでしょリスナーは。写真若い？そう、何年前だろう。何年前か覚えてないわ。スクショする？はいはい、ちょっと待って、スクショするのね。前らスクショす好きだよな。ちょっと待って、素材提供するから、雑談たぬき用の。ちょっと待って、なっちゃったかな。今ね、今ないわ。停滞期ではないけどね、別に今ないわ。ちょっと出すのがめんどくさい。ツイッターに上げとくよ今度。あ、金髪のモヒカン、はいはい、あるかな。ちょっと待って、ちょっと待ってね。金髪モヒ、金髪モヒカン、あれ、金髪モヒカン、どこだ。金髪モヒならあるかもしれない。17歳の頃の写真だけどいいの？1枚500円で売る？プロマイド。あったあった。あー、別の写真出てきちゃった。ちょっと待って、見ないで、みんな、みんな見ないで、みんな、みんなやめて。あ、やばいやばい、消さないと。あれ、なんでだ、俺のプライベート写真が出てきた。あー、どうしようどうしよう。あ、どうやって消すんだこれ。ちょっと待って、これキャプんなよ。プライベート写真出てきたな。普段の服。え？普段着じゃん。普段着。うん。なんでプライベート写真出てきちゃったんだろうな。うん。普段着出てきちゃった。部屋着が出ちゃった。部屋着がね。こんな感じかな、うん、こんな感じでしたね、これが17歳の時の俺で、あだ名が北斗の拳の残党っていうあだ名だった。17歳の時の俺は、北斗の拳の残党って呼ばれてた。
地毛だから。あ、地毛地毛。だってトップの髪が顎までついたもん、これ。トップ。この頃の俺が一番輝いてたよね。この頃の俺はキラキラしてたよね。うん。そう。あとね、二面の中ボスってあだ名だったね。二面の中ボス。なんだよね、すごいよね。このあだ名を考えた人センスない。二面の中ボスだよ。うん。的確な表現だよね。お前なんか二面の中ボスに似てるなって言われた。何のゲームだよ。そう、あだ名長かったんだ。二面の中ボス。ふさふさ。またモヒカンにしようかな。笑うよね。この曲はスムースフリクションだね。スムースフリクションっていう曲。ファイナルファイトの二面の中ボス。ファイナルファイトだったのかな。二面の中ボスは大体モヒカンなんだよ。のんちゃん起きた。おはよう。おはよう。飲み物ある？オレンジジュースあるか。あのダンボールが持ってきたやつか。飲みな。あーどうもどうも。彼女彼女、うん、おピーマンいたんだ。のんちゃん今手骨折してっかんな。のんちゃん手ダメだよ、ぐちゃぐちゃだよ。いやいやいや全然だ。今アメリカ？ピーマン。おはよう。おはよう。若い頃のリア友は全部切れたよ。だからうん、いやいや、あ、それがねそれがね、あの若い頃のリア友は全部切れたのは事実なんだけど、あの小中同級生が今リスナー。すっごいやりづらい。あの小手半は何か言わないけど、あれワドってなってメッセージ来て DM 来て、始末だよねみたいな、しまっちゃんだよねってなって、誰っつったら、あーみたいな、家5分みたいな。いやー、だから YouTube 見てるんだって。で、そしたら関連動画に和道って出て、あれってなって、なんでこいつ有名になってんのみたいな。だから今でもコメント書いてるよ。誰とは言わないけど。うん。いやー、すげーリスナー大事にしてるからファンになったわーっつって。いや、まさかこんな有名になってると思わなかったよ、つって。そう。だから、その、お互い、もうその、そのね、同級生だっていうのは隠してやるっていう暗黙の空気感でやってるね。偶然。俺同窓会一回も行ってない。うん、やりづれよ。しかも何がやりづらいって、アイテムくれるからね。
わらってコメントしながらアイテムくれる、アイテムを添えてちゃんとわらってしてくれるからね。呪文成田、呪文成田、いやーすごいよね。まあまあしょうがないでしょ、ここまで有名になっちゃったら。だってふわっちで閲覧今1位だぜ、それはそうなるでしょ。2位か今。アイテムいただいてますよ、スポンサーですよ、僕の大事な大事なスポンサーですよ、同級生が。同級生に養われてんだよ、小敷だから。いやーでもやりづらいよね、変な違和感はあるよね。まあ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 、大手になった人はしょうがない、お、フォローしてくれたの、いやーまあまあまあ結構放送楽しんでくれてて、ヘビーに見てくれてるからちょっと気まずいなとは思うけど、まあまあでも嬉しいっすよ、まあ嬉しいっすよ。まあだから日本全国にねリスナーがいるっていうのはいいことだよね。いや嬉しいよ、ちゃんとその荒らさないし、なんか変なことしないし、和道の昔知ってるぞとかさ、いやバカなことやらないし、普通にリスナーとして楽しんでくれてる。いやそれどころかあれだよ、17歳の時に付き合ってた彼女とか見てるんだよ、もうやりづらいよね、もうビビったもんね、本当にマジかみたいな。気まず。まあでもしょうがないよな、それは。給油がガチランチになって連投するところを目撃したい。いいよ、そういうの。即風呂だよ、即風呂。触れたくない過去は別にないよ。だってもう全部晒されてんだもん。触れたくない過去ほど晒されてるんだもん。それで飯食ってるようなとこあるでしょ。そういうのはないけど、なんか地味にあの時楽しかったよねみたいな、なんかクソ面白くもないトークをされた時の方が恥ずかしいよ。なんかマクドナルドは照り焼きバーガーばっかり食べてたねみたいな話の方が嫌だ、実際どれくらい実家の友達が認知してるか知りたい。俺は嫌だよ、会いたくない、いや黒歴史はみんなあるでしょ、いやーだからいやだからそのな、ふかしって言われるんだけど、普通にのんちゃんと歩いててだよ、新宿で買い物行こうってなるじゃん、そうするとひょこって知らない人がこっちに来るのよ、で和道さんですよねって、はい、あリスナーです、ああありがとうございますってなるわけじゃん。そのもともとが芸能界に入ってる人とか、もともとが有名な人だったら多分その腹はくくってると思うんだけど、俺の場合は素人なわけじゃん、でそうなりたいっていうのはあったけど、そうなるとは思ってないわけよ。なりたいとなるは違うのよ。街中歩いててさ、じゃあさ、ヤバゾウさんですよねってなったら気まずいでしょ。いや心よくね、応援ありがとうございますってね、写真とかも全然握手とかもあれだけど、なんか違和感あるよ、その和道は俺なのかっていう、和道は自分なのかっていう、いや笑うっしょ、でも実際そうなってるんだよ、
で、俺ですらそうなってるわけだから、金梅さんとかうなちゃんマンとかリアルに見てたけど、あの規制が上がるんだよ。金梅さんクラスになるとキャーってなるの、女の子とか。金梅さんですよねみたいな、なんか2オクターブぐらい上がるの。和道はさすがに、あ、和道さんですよねみたいな、冷静なのよ和道リスナーは。あ、いつも見てますみたいな、大変でしたねとか、そういう感じなんだけど、うなちゃんマンとかおばちゃんとかキャーってなるのよ。うなさんとか佐野さんみたいな。いやよ、なんでやめろよお前、ああ、いや、ゲルゲでお前くっついてなかったらお前もワンチャンあったんだよとか言って 笑うっしょ。やっぱね、スーパースターなんだよ、レジェンドクラスになると。いや、黄色い声援、黄色い声援。でも例えばさ、何の気なくさ、普通に街中歩いててうなちゃんマン見たら、うわーってなるでしょ。何の気なくだよ、何の気なく普段パーって歩いてて金梅さん見たら、うわーってなるでしょ。ならない？いや、声は全然かけてくれていいんだけど、な、もう、一回、二回、三回あるんだけど、おっさんで、もう頭悪いやつがさ、もうニヤニヤしてくる。おぉ、おぉ、おぉ、って言いながら、もうほんと腹立つんだよ。なんだその顔とか思って。俺、写真も言われたらいいんだけど、おぉ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 、お前殺すぞ、ほんとに。いや、マジで。いや、なんだそれ。ほんと殺意湧くから。いるんだよ、たまに変な頭悪いじじいがよ。マジで目の前で怒ったからね、おいっつって。ほんとに殺意湧くよ、やられたら。芸能人が浜田とかがキレるとか言うのわかるもん。めちゃめちゃムカつくよ。いや、やられるからね。カシャじゃねえよ。いや、あるんだよ、本当に。俺もう本当にブチ切れたからね。おい、てめえ、何勝手に撮ってんだよ、つって。いや、普通に声かけて、写真撮っていいですかとか、断ったことないよ、俺。握手とかも。俺でよかったらもう、むしろありがたいよ。勝手に撮るってなんだよ、お前。いい大人が。それに言われたのが、おめえ配信者だろって言われたんだよ、俺。ムカつくだろ。勝手に撮られて、おいっつって、何やってんだよっつったら、お前配信者だろって言われたかんね。マジマナーがね、ほんとに。クソだよ。ほんと。あー、アンチコメント書くやつってこういうやつなんだなってほんとに思ったもん。サインは一回あるの。一回あるんだけど、もう断ったの、サインは一回あるのよ。書いてって言われて。でも書いたことないから、無理だよって言っても、お願いだからって言われて。いや、普通に和道って書いたけど、サインは断る。今後はサインとかない、うん、握手写メで勘弁してくださいっていう。もう写メでいいでしょっていう、うん、あ、そうなんだ。ニコ生の時ディスられたんだ。はい、いってらっしゃい、頑張ってね、うん、だってさ、俺のサインに価値なんかねえじゃん。まだ写真とかだったら、あれ、え、配信者だろって言われてどう切り替えたの。こうやってやったよ、もう消えろっつって、消えろお前っつって。いや、そうなるでしょ。配信者だろって、消えろっつって。まあ、いつもの対応だよね。邪魔だよ、消えろっつって。うん。大阪のたこ焼き屋の、イートインでどっか聞いたことある声を聞こえて振り返ったらうなちゃんマンだった。女の子と子供の話してた。かわいいな。まあ、うなちゃんマンの声はね、絶対あの人しかいないからね。再現しようか。いや、おい、あ、子供っつってもまあ俺もよ、年だからよ、あ、おい、たこ焼き冷めっから早く食えよ、あは、ゴロンゴロン、あ、こんな声でしょ。うん、絶対わかるよね、犯人。あ、うん、いや、いや、まあまあまあ、いや、別に差別ってわけじゃないんだけど、勝手に取るのはねえだろっていう。うん。勝手に取るのはねえだろっていう話よ。いくらなんでも。うん。しかもね、大体半笑いなんだよ、そういうやつ。大体半笑いで写真撮ってくるから。で、なんで怒るのかを分からってないでしょ。俺、のんちゃんと歩いてたりすんのよ。さあ、のんちゃんはダメじゃん、撮ったら。のんちゃんはダメよ、撮ったら。
俺はいいよ。でも声かけてほしいけど。ちょっとやだよな。3万放送で聞くより少し高い声だった。テンションが高かったんじゃない？一言欲しい。一言。本当に。なんかでも、和道リスナーって意外と年齢層高いから、あのね、どちらかっていうと、女の人が来る感じじゃないのよ。男の人が多いの。で、あ、和道さんみたいな。気さくな感じなの。年齢上っぽい人が多くて、お、和道みたいな。最近頑張ってんなみたいな。あの、そういう感じの人が多い。おいみたいな。おい、リスナー、リスナーみたいな。なんだよ、頑張れよみたいな。あ、頑張りますみたいな。ちょっと写真撮ってよみたいな。ツイッター上げていいみたいな。あ、いいっすよつって。そんな感じが多い。だから普通に話しかけてくれる人が嬉しいかな。なんかその、気張らないで。おっさんが多いね。3、40代のおっさんが多い。うん。多いのは。3、40代のおっさん。まあだから、和道リスナーで一番メインの人だよね。たまーに若い人がいるかな。たまーに、たまーになる。たまーに。うん。ごくたまにだよな、ほんと、若い人。珍しいなと思うもん。そう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 、もう、だから、なんつうの、和道くんだよ、みたいな。うん。頑張ってんだよ、この子、みたいな。でね、地方行くとあったかいよ、ほんと。地方の人ほどよくしてくれんだよ、なんか知んないけど。来てくれてありがとねー、みたいな。地方の人はあったかい。うん。なんかもう接待みたいなことしてくれる。どこの地方がいい？いや、もうね、東京から外れた瞬間に変わる。対応が。あの、景観の対応も変わる。うん、どこでも、もう東京がちょっとやっぱ異常だよね。やっぱ東京、うん、沖縄もシャイな人が多かったけど、いい人ばっかりだったね。うん、田舎の方に行くと、もう千葉でもそうだけど、やっぱ人がいいよね。うん、東京の人はほら芸能人とか見慣れてるんでしょ、多分。はさがない。いや、俺さ、たまにあるのがコメント欄で、あの、コメント欄でだよ。あの、すげえ嫌だなって思うのが、いや、まあ、これは OK の方ね。OK の方は、あ、この前どこどこいただろうって言われるの。あ、いたよ、いたよ、つって。なんかあそこら辺で何やってたのみたいな。ああ、なんか買い物してたわ。まあ、OK じゃん。これは OK なパターンなの。要は、声かけなかったけど、いたよ、みたいな。お前意外と痩せてるな、とか。なんか、画面より痩せてたわ、みたいな感じは OK の。どこどこいて、何々してただろう。OK、OK。嫌なパターンは、あ、和道さん、先日はご来店ありがとうございました。お前誰だ？それはダメだろ。あのさ、どこの店かもわかんないし、あなたが男なのか女なのかもわかんないけど、職務中のプライベートな情報をここでお礼言うのはダメだろうっていう。たまにあるんだよ。どこの店の誰かもわかんない人に、あ、この前店来てくれてありがとうございますって、ここで書くバカがいるの。それは、あの、職業として、プロとして意識低いぞ。本当に嫌だから。それはダメだよ。コンビニなのか、ね、パチ屋なのか、何なのか分かんないけど、それは書いたらダメ。それはプライバシーの問題だから。うん。あー、東京の景観嫌すぎだよ。ダメでしょ？そう思わない？その、接客中なわけじゃん。で、俺の個人情報を店側が漏らす行為じゃん。ダメだよ。それは。どんな店でもダメだよ。嫌なんだよな。うん。でも防ぎようがないからね。
この前、ちゃんぴん、ツイッターで中居にさらされてブチギレ。いや、だからね、それはね、多分リスナーさん側じゃあんまりピンとこない話なのよ。これはね、多分楽屋トークであるあるなの。俺ね、あと、捨て頃の後か前か忘れ、捨て頃の前だ。あのね、便所太郎さんが焼肉屋に連れてってくれたの。俺、こうや、ひかるくん、てるちゃんぴん、え、ちょっと待って。便所さん、ひかるくん、こうや、てるちゃんぴん、俺、あと一人誰いたかな？ポンスケかな？あ、ポンスケじゃなかったか。まあ、5、6人で食ってたの、飯を。で、配信外ですよ。配信外で焼肉を食ってたの。そしたら、超笑ったのが、電話が鳴ったの。店のインターホンで、プルルルルルってなった瞬間、全員箸止まって、こう見たか。全員がピタって箸止まって、こうなった瞬間、すっげえ綺麗なシュールな絵面の。ピタッ。おーっつって 配信してなかったわっつって。もうね、職業病だよ。職業病。おはようございます。いや、祝電が体に染み込んでるの、全員配信者って。だから捨て頃の配信者全員ピタッて止まって、こうやって店の電話の方に行って、あ、俺らじゃねえやわ、みたいな感じで、すごいよね。だから電話鳴るとビクってなるもん。どこの店にいても電話鳴るとビクってなるの、俺ら。いや、そういうシーンあると思うよ、本当に。ダメでしょ。わかんないけど、あると思うよ。あると思うけど、ダメでしょ、多分それは。おはようございます。難しいよな。でもさ、みんなが接客中に配信者が来たら書きたくなるでしょ。でしょ？みんなが自分で働いてるところの店かなんかで、金梅さんが来た、うなちゃんマンが来たっつったら枠で書いちゃうよな。それは。来てくれてありがとうって。難しいよな。できる人は書かないと思うの。DM で書くと思うの。いや、どこどこの店は何々なんですけど、接客中で、本当に感動しましたみたいな。できるやつは DM で書くんだよ。ダメな店員ほどコメント欄に書いちゃうんだよね。まあ、祝電はもうしょうがないよね。だってこの前パチンコ配信で店に許可取ってんのに、2日間やってたら、2日目すごかったよ。店員さんに、すいません、本当にごめんなさい。店長とかうちの店的には配信 OK なんですけど、遊戯連から、電話かかりまして、つって。え？遊戯連って何ですか？つったら、日本全国のパチンコを総括してる、協議会みたいなものでして、って言って、そこから店に止めさせろっていう電話がかかってきたんですよ、つったら、え？って。そう、遊戯連みたいなところにリスナーが通報したってことですか？つったら、その通りですって言って、本当に申し訳ありませんっつって、俺さすがに笑ったもん、店員と。すごいなって。店員って そこまでやってくるんだねっつって、はい、私もそう思いますって。 店員と爆笑した、本当に。手術、明日だっけ？のんちゃん、明日手術。明日だって。いやー、配信な。明らかにアンチが悪いからな。もう逮捕されるリスナーとか出ねえかな、ほんと。板電とか、虚偽通報とか。俺、ほんと思うよ。ボルトじゃなくて、なんか、ここを少し切るんだって。ここの方を少し切って、骨の中にワイヤーを通すんだって。で、引っ張ってくっつけるんだって。だから骨の中にワイヤーを入れるんだって。確かそうだよね、のんちゃん。なんかそういう手術をするの。それでダメだったらちゃんと切ってつなげるとか言ってたよ。ボルトじゃなくてワイヤーでやるんだね。すごいよね。骨の中にワイヤーを入れるってすごいよな。で、引っ張る。あ、のんちゃん、でも骨折した日飯食いに行ったら鉄の拳を手に入れるんだとか、のんちゃんは鉄に改造するとか、わけのわかんないこと言ってたけど。のんちゃん、さすがに鉄は入れねえわ。い
いやだから手料理俺が作ってるよ今。昨日はサーモン丼作ったかな。あとはまあ買ったり。おはよう。骨折れた。いやあんだけ殴ったらね、88発も殴ったら折れるっしょ。女の子とはいえ。手首付近の、そう、小指のね、付け根の骨が折れちゃった。ここの骨が。まあ、しょうがないよね。しょうがないよ。いや、ないね。人殴ってる時アドレナリン出てるからないよ。ない。いやだって3ヶ月間ずっとディスられてたんだもん。それ切れるっしょ。何ヶ月も粘着されてんだから。ねえ、言葉の暴力ずっと振るわれてたんだもんね。ねえ。47発とか正確に覚えてたら怖い。じゃあ、47発じゃない、88発。で、47はのんちゃんの年齢。だから12歳に13発みたいな感じで、47歳が88発っていう意味。47歳が88発。だから4788だ。今流行りののりこ4788だよ。まあ、それは切れるわな。いや、若いよ。若いよ。だから、愛子さんと同い年な、多分。若いと思うよ。ああ、まあ、それは無理だろうね。それは無理だよ。でも俺は後頭部。おい、ありがとう。センキュー。粘着はまあ、いや、されたら嫌だよね。サンキュー。嫌だよ。誰だって嫌だよ。されたら嫌なことを人にするっつうのはダメだよね。まあ、配信者のね、彼女になるって大変だと思うよ。
その本人はね配信者でもないわけだから、あどうもどうも、思わないね、うん、思わない。いや家飲んでしょ、うのんちゃんに配信者彼女あるあるとか、ああそれ聞こうよ。のんちゃんちょっとそれ面白い。なんかのんちゃん配信者彼女あるあるが聞きたいんだって。配信者彼女あるある、うん、はい、ちょっと持って、あ持てないか。配信者彼女あるある、ねー、焼き餅がいっぱいある。どういう、うん、なんかね、うん、リアトツとかで、うん、なんか来てなんか写真撮ってくださいとか握手してくださいとか、そういうの嫌なの。嫌だ。なんで、うん、やだやだ他はあと、うん、なんか女配信者とねコラボとかするかそれするでしょ、仕事なんだから。やだ。それも嫌なの。うん、やだえ、だ仮になんだけど、うん、無名だった場合っていうのは、うん、どうなの。無名だった場合、だってその人気の証拠なわけじゃん。有名だから有名なやつとコラボがあったり声かけてもらえるわけじゃん。違う、自分のねなんかねタイプの女をね好んでねコラボしてるから。してねえだろ。してる。海宝とか浅井さんとか石野とかとやってんだよ。違う。誰よ。ん？アリスとかね、あとね、アリスタイプみーちゃんとかね誰みーちゃんって。いるじゃん、グラビアの。え、グラビア、タイプだわとか言って、ああいうのがタイプなんだよとか言って、でこの前も来てたし。いや違うでしょ、あれは新野町に会いに行ったんだよ。でそういうのはねなんかね、あのなんだっけ、見つけてねコラボしようとする。してないしようとしてないよ。してないしてないしてない。それね、それは横山みどりがやってることだから同じだ。違うよ違うよ。自分がねもうちょっと有名だからってね、そうやってね売名させてあげるみたいなね感じでね、でねちょっともうねタイプの自分のタイプの女をねコラボさせてあげるよとか言って、売名させてあげるよって言ってね。病気だろそれ。もうないよないよ。なんだよこれ。ねえ、アリスとか温泉行くよとか言って自分で誘ってる。誘ってないよ俺。誘ってたの聞いたもんだって。え、温泉で配信するとか言って、で風呂配信はダメだから断られただけでさ、温泉行く、一緒に温泉行くとか言って。のんちゃん悪いところ出てるよ今。悪い子だよのんちゃん。悪い子じゃない、だってあるある言えって言ったのはそっちだ。続け
けていいよ。それでね、もうワンちゃん目的だからもうね、完全に浮気しようとしてね、浮気しようなん和道さん。終わった？終わった浮気したらね、チンコ切られんだからね。いやだからもういいわ。だからそのリスナーが飲んじゃいじるとこうなるから、うん、うん、しょうもないね、うん、いやだからもう、うん、そうなっちゃうんだよ。もんちゃんは本当に切るよとか、うん、朝起きてチンコなくなってたら俺どうしたらいいんだろう朝起きてチンコなくなってたら俺どうしたらいいんだろうな、うんうん、もうないけどねいやあるわ、もうないけどねって怖すぎるだろ。あるよ、よかった、あるわ、うん、いろいろ言われたな、ディスられたね、うん、いや、もろ刃の剣だからね、もろ刃の剣だ、破壊力のある剣は自分の拳を傷つける、もろ刃の剣だよ。いや浮気とかしないですもん。のんちゃん俺のこと大好きだよ、うん、一緒にご飯食べたら浮気なの。え、何？一緒にご飯食べたら浮気なの、うん、一緒にご飯いや、付き合いとかあるからね、それはダメだよ。自分からさ、どうじゃん、今度一緒に飯食うよとか言ってさ。いや、だいたい飯ぐらい食うでしょ、そりゃ。ワンマンとか言っといて、可愛い女の子の時はね、自分がご飯代も払っちゃうんだよ。なになに3万のんちゃんにご飯おごってるでしょ。俺リスナーには払っちゃうんだよ、可愛い子には払っちゃうんだよ。秋だね、秋が来たね秋が来たよ、秋が、いや、行かない行かない行かない、北海道行くんだ、あ、そうなんだ、うん、北海道寒いだろうね、
なんでね、配信やってるツバネより花火少ねえんだよ。お前ふざけんなよ、本当に。なんでね、配信のツバニャンより花火少ねえんだよ。お前ら、いい加減にしろよ、本当に。おい。あ、使えねえな、本当に。ゴミか、お前ら。しっかりしろよ。本当に、ね、配信に負けてるってどういうことじゃ、本当。しっかりしろ、リスナー。どうした？おい、どうした？忘れた？コメントの仕方、アイテムの投げ方忘れた？頼むぜ、ほんと頼むよ、ほんと。閲覧ばっかりだからね、閲覧ばっかり。あ、学生なんだ、ありがとう。うん、悪いね。頼むよ、ほんと。食っていけないから。億万長者にしたくない。ええじゃないよ、ほんとに。寝配信より少ないんだよ、アイテム。食えねえよ。食えねえよ、ワドツ。起きろ。どうした、花火死んだのか。全員死んだのか、交通事故か。おい、頼むぜ、頼んますよ、ほんとワードリスナー。コミュ障なの投げられない、ふざけんなよ、ほんと。ドレさんのところで何個コメント書いてんだお前。監視してっかんな、お前。レッドカードだよ、お前。どれ、あの、俺、あれだからね、他の枠で監視してもブロック入れるからね。あ、こいつのコメントうぜえわ、つって。気をつけろよ、他枠でも。他枠でもコメント気をつけろよ。気づいたらお前、俺の放送見れなくなってっからな。影でこそこそ悪口書きやがって、この野郎。ビヨーン、ビヨーン、ブンブーン。8時か。札幌か、いいな。ロードワーク行け。いや、のんちゃんにも走れって言われてんだよね。てか、まあ、大丈夫かな、俺こんなにブクブクに太って。戦えるかな。いや、マジでロードワークしないとな。もうドレさんが張り切っちゃって張り切っちゃって、もう格闘技大好きだから、あの人。っていうか、マジでグローブ欲しいんだけど、グローブとジム代ちょっと誰か支援して、マジで。いや、マジでジム1ヶ月多分1万いくらと、ちょ、グローブ買わないと。グローブ買って、誰か本革の2万円ぐらいするやつ、16オンスか。ちょ、グローブ頼むわ。もうグローブ下手って疲れない、使えないもん、あれ。あの激闘の3ヶ月間のくぐり抜けたグローブ、もうマジックテープがダメになっちゃってるから、これじゃあ練習できないよ、これ。いや、練習しなくても勝てるでしょ、あんな雑魚。余裕だよ、余裕。俺のトロピカルジャブ、いけるっしょ。ただね、やっぱりね、やってないとジャブのスピード明らかに落ちるね。ジャブが打てなくなってるもんね。
見た目が綺麗っつうかマジックテープがもうダメになってる。安物だからくっつかない。ペリペリ言わないでしょ、うん、うダメだね。下手っちゃったの。私もできてないね。バンドかなんか、いやまあテープぐるぐる巻きにするとかね。でもほら片手なんつうの、両手がテープになっちゃってできないんだよね。難しい。やっぱまさかマジックテープがへたると思ってないじゃん。いや走んねえとね。雨ひどいね今日ね。いやマジでほんともうボッコボコにしようマジで。いやのんちゃん敵取るかんね。のんちゃんボッコボコにするわ、あいつ。マジで殺そう。え、試合中に殺しても事故だよね。試合中に殺しても事故だよね。大丈夫だよね。俺殺すよ、マジで。公開処刑だよ、公開処刑。放送事故を見せたるわ、放送事故。いや、仇取るよ。放送事故をするよ、放送事故。なんか顔面に蹴りを入れるって言ってたから。顔面に蹴りなんか届くわけねえだろ。バカすぎるわ。ど素人すぎるわ。ハイキックって超高等技術だからね。当たるわけねえだろ、バカが。負けたら罰ゲームっていうか、もう負けること自体が罰だからね。罰に罰をかぶせたらあいつは死ぬぞ。うん、いや殺すよ本当に。スポーツ保険入ってないと、うん、いや一筆書かせるって言ってたから大丈夫だと思うよ。ドレさんが止めるタイミング間違えたら死亡だよ本当に。ドレさんが止めるタイミングを間違えたら放送事故、あの放送中に人が死ぬんだよ。ふわっちふわっちで、あの配信会に激震が走る放送事故だよ、うんうん、外ではやらないよ俺は。だから外で仕返しはしないっつってな。ドレさんがやるって、リングで。用意するって言ってたから。で、レフェリーもやるって言ってるから。うん。いやいや、止める前に殺すよ。止める前に殺すよ。うん、俺のギャラクティカ・ギャラクシーで。俺のギャラクティカ・ギャラクシー見せてやるよ。すごいスピードで止められたらちょっとなえるよね。まあスポーツだからね、しょうがないよね、そんな事故もね。テンション上がってるな。そうだよ、うん、とりあえずあの10月1日に達彦にトレーニングつけてもらうわ。練習行ってくる、うん、あーグローブ買わねえとな、マジで。2時間みっちり絞って
絞ってもらうわ。動けるかな。タツヒコ強えかんな本当に。マジであいつ強すぎるんだけど。うん、じゃあギャラクティカギャラクシーだから。マウスピースは絶対つけるよ。歯折れるもん。おさらいする？格闘技見る？格闘技。闘技練習枠見るかさ。ディフェンスが下がってガバガバだ。ディフェンスしてたら怖くないんだよ。足動かして。何ガンギでやばいな。もう相手も強く来る。いや、タツヒコに頼るの。タツヒコ強いよ、普通に。タツヒコ強いよ。しっかり暴いて返す。ドレさん、3分ですか。3分で1分そんなのあんの。トイレ行けよ。どこ壊れてるんですか。7分、1分、やばい。うんこ漏らすし。昨日は正面で、今日は座ですか。汚ねえな、俺の配信。会長強えかな。今何分？時間。9時18分。8時18分。3分。1ラウンドです。そう。だから次は、あれだ。3分間。さっきより少し上げて。はい。手続きはつけなくていいの。はい、欲しいです。それじゃなくて、もう一個あるんですよ、その時は。いやー、怖いよ。ヒカルくんとやるの怖いよ。触るのはいいよ。でも、あ、金ちゃん、おむつ借りてきてよかった。おむつ借りてきてよかった、金ちゃん。いや、タツヒコ強いよ。タツヒコの強さ、あ、そうか、クモンリュウ見ればいいのか。タツヒコ、クモンリュウ。クモンリュウも強かったけどね、普通に。うん。ヒカルくん格闘技やってたよ。あ、左。あ、いける。フェデル。フェデル若いか。普通に強いよ。ジャマートのサポート。いや、強いよ、タツヒコ。めちゃめちゃ怖いよ。マジか。残り2分。めちゃめちゃ強いよ。いや。なんかは、あ、募集してるよ、タツヒコ。タツヒコ、あれだよ、募集してるよ。10月1日。残り1分。
画質がもったいねえな。高画質で見たい。あ、長崎は無理っすね。すげえなぁ。はい、大丈夫だ。お疲れ様です。確かにね、やばいよ。クモニューもいい動きだよね。正直言っていい？怖い。すげえ怖い。体重は超えてるから、体が動かん。はい、大丈夫だ。言っていいですか？威圧感半端ないで。こうだよ。次クモンリュウか。7年ストレートは重たいってやっぱりちょっと危なかった。3分長い。軽く行こう。軽くだね。ボクシング5分見てくるのに見てないよ。ボクシングで。じゃあ、いいですか？ボクシングで。あ、ボクシング。軽く。軽く3分。はい。はい、行きます。結構怖いわ、上がるから。おはようございます。すげえ、顔くせえし、これ。いや、ほんとに。いや、ボディきついんよ。重てよ。まあ、こうなるわな。まあ、こうなるわな。へぇー、体力なくなったらもうね、フライパンしちゃっちゃうからね。ベンジョ太郎でやった時もね、最後打てなかったもんね。フライパンで1分、終わりじゃなくて、もらったら絶対返す。アメリカ市民でいっぱい壊れるよ。え？あれ出た。やっぱ画質がいい方がいいね。レディースタート。3分なってる？あ、3。11分で計算してる。ダメだ、ダメだ。ちゃんと計算してる。じゃあもう一回。はい、行きます、すいません。今日もうちょっといってよ。あのスピードね。そうそう、それぐらい、それぐらい。目つぶんない。そうそうそう。グローブが大きいんだから、もらわないから、そんなに。そうそうそう。まだちょっと振りすぎ。これフルスイングした。振り抜かない。止めるない。おい。なんか、気になってるなって思う。ほら、手からじゃない。手から足までだぞ。まだ下がってるっすね。ミスリミスリ、行かなきゃ。終わっちゃうぞ、行かないと。おい。時間が過ぎて。黒いヘッドギア俺だよ、うん、黒いヘッドギアが俺、うん、いやまた練習すんのやだな。また練習かよ。すげえやだ。すげえやなんだけど。やだな。
いや、絞ったもん、この時リバウンド中だよ。この時何キロだろう。体重変わってないけど筋肉の量が減ったんだ。なんか脂肪がなんかあれ増えたんでしょ。バランスが変わったんだと思う。ガスイートストレスないね。またやんのかこれ。いや、めちゃめちゃ辛いよ、3分間戦うの。しかも殴り合いながらだよ。超辛いよ。あのね、簡単に言うと3分間無駄に体めちゃめちゃ動かしてみ、死ぬよ。それを9分間半分間暴れまくる感じ。しかもこうなんかバスケットボールを投げられながら3分間暴れ回れみたいな、そういう感じかな。きついでしょ。バスケットボールが四方八方から正面から飛んできて、それを避けながら3分間暴れ回れみたいに言われてる感じに近い。辛いよ、やっぱり。やっぱり辛いよ。なんかやってる人だったらわかるけどね、どれくらい辛いかね。うん、走った20〜30分走ってたかな、いつも。そっから20〜30分走ってからスタートみたいな、そういうのが多かったかな。練習はロードワークはまあ1時間走った時もあれば、でもまあ実際やってることそんな感じだからね。でこれイモンちゃんのシャドーボクシングめちゃめちゃかっこいいんだよ。すげえかっこいいよ。叩いて、はい、出したところにあるカル君がやっぱセンスがやばいよね。運動神経と体力があるから飲み込みもめちゃめちゃ早いし。で、便所さんが押せんのめちゃめちゃうまい。光くんのセンスが一番いい。超強かったよ。実際スパーリング嫌だったもん、光くん。辰彦とか光くんとかドルさんとか超嫌だ。光くんめちゃめちゃ強かったよ。
左打ってる時に右肩をくっつけておく。最後のヒットの時に下げない。うまい。左打ったら詰まっちまうんだぞ。そう、3を強く。スタンの時に左足は、はい、かかとを上げて、切れる。はい、最後1回。はい。そう。ミノーマンの思い出しな。はい。いや、運動神経がめちゃめちゃ良かった。持って生まれた才能っていうか、やっぱ体動かしてるんでしょ。トイレ行ってくるわ。ワンツーからキックとかね。ワンツー右ミドル、ワンツー左ミドル。ワンツーのミッドもあるんだよな。蹴ってるんだな。もうちょい早く。
ホなジャブダッキング2頼みやすいです。やろう、ジャブ打ってダッキングして相手のパンチのとこ。いや下手だよ俺。そう、これハーフ。おうまくいかなくていいんだ、意識してやればいいじゃん。そう、ただから練習するのがいいんだと気にしなくて。ういっ、うん、そうだ、ワンツーフック、ね、フックはね、よし、足を回せ、ひねひね、いいじゃん、フォームいいじゃん。いいよ、ショートの距離、ショートの距離、ユバイの相手の懐でのフックは、うん、フックした時に手があるもうちょいの技、もうちょいこう。レイヤー決めろ、体で打てば、もうちょい遠くまで行く。ナイスです。オッケー、いいじゃん。ナイス、自信持ってるな。これが、息上げる練習だから、実際はほら、3分3分あの1分しかないんだから、横隔膜開いて、鼻から吸って口から吐く。で、心拍を下げるのが目的なんだから、歩きながら、平常の心拍に戻すように。あとは、打つときに呼吸するのを胸開いて、大きく開いて鼻から吸って、1分でボブさないとすぐ次行くよ。練習だからな。結構あった1分間で。この間行ったところは5分のスパーリングで15秒のインターバルだから。じゃあ行きます。だから入ったんだ。はい、行きます。よし、お疲れ様です。ワンツーフックで。息吐きながら、息止めないよ。よし、ゆっくりでもいいな、形確認しながら。よし、慌てることない。あっ、膝から先を飛ばしてごらん。膝から先やらない。ここ蹴る方の手をコンプしよう。変身。そう、そう、そう。あ、いいんだ、いいんだ、いいよ。二回しぐらいする。二回しぐらいする。どうしよう。時間かかる。二回しようか。どれさんも俺打てる。疲れちゃう。はい。俺もそう。俺も来たやんな。いや、デブだからね、俺。俺は53歳。俺も早くか。はい、で、普通じゃ大丈夫。どうぞ、あの、今のワンツー見とる時の呼吸は。ドレさんの強さ見たい。ドレさんの強さ見たい、みんな。ドレさんの強さ。はい、いってらっしゃい。大丈夫。ドレさんの強さ見せてあげるよ。まあ今日最後ですからね。あと体休めもラオウ。明日は去ってるよね。やれるなら。あ、俺準備いきます。僕はラスト挨拶して。お願いします。よろしくお願いします。離れたもの
1分見やない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 詰めて詰めて詰めてコーナー詰めてそうそう詰める詰める反発終わらないもらっちゃもらっちゃ身長170 170一撃一撃で体吹っ飛ばされるってやばくない？ローキックで体吹っ飛んだかんなやばいよなこのロー。マジあの痛み鈍いかんな。音が違うもんね。詰めて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 そう打つ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 詰めたら打つ離れたもの離れたものこの後1分見合わない見合わないこの後来るよ。見合わない見合わない見合わない詰めて詰めて詰めてコーナー詰めてそうそう詰めて詰める反発終わらないもらっちゃもらっちゃやば取れました桃感いやもうバチもう重いしいや笑えねえぞこれ超痛えよ。痛いとかいうレベルじゃなくて繊維喪失する。いやもう勝てないよね。すげえこのおっさんっていう。これ経験してるからね。1ラウンドで5回ダウンだからね。再開します。詰める詰める詰める押す詰める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 顔を上げるガードガード上げたら当たらないガードガード強すぎだろこのおっさん。やべまだだろ残り10秒このおっさん強すぎるよね。モンちゃんいたから張り切った。いやモンちゃんめちゃめちゃ強いかんね。モンちゃん強いかんね。モンちゃんのあるかな。ラスト10秒10秒ですこれか。ガードが下がんないんだね。違うなこれじゃないな。なんで今日そのややこしいのが。ああワードをつけてる、はい、あ僕もダメにやった。マツかなこれは。だんだんスピード上げていく感じで、はい、私顎を引いてしっかりパリにするなりナスへするなり3でもいい。3でお願いしても3ですか。ダメだ3分、うん、いいよ、ね、あ3分で3分何だろう。じゃあ行きます。自分の中で組み立てるからお願いします。風感少し出したら、はい、最初そんぐらい、最初そんぐらい。もうあれは下がること考えるな。
あ、いいじゃん。はい、どうも。絶対まだ相手の目線が見たいね。楽しんでってね。相手の方向いてるわけなんだ。いやー、また地獄のトレーニングが立つ彦とやんねん。本番だけならいいんだけどさ、トレーニングが辛いんだよね、怪我するし。もう試したいの全部試したい。コンビネーションでもインドでも何でもいいよ。よし、いいじゃない、かかってみると。はい。追い込んだら追い込んで、ロック出ましたらそのまま行ける。打ってんのに下がるってことはないんだぞ。あ、どうもどうも、お疲れ。当たってんのに下がるなんてことないんだから。後ろに下がるな、サイドに。いやー、またやるんすよ。打ちながらサイドに今みたいに。またやんの怖えよ。相手がロックってはコーナー背負ったら自分下がらなくて。出た。カード教えたの？カード教えたよな？カード教えたよな？はえ。カード教えた。北斗百裂拳みたいな。はえな。俺はしないからもう引いとけば。下打たれてます。カードを下げない。何秒？40秒です。3秒だよ。3秒。いつもは3秒だよ。OK。それも作戦だろ、組みつも。いいよ。もう打ち手がなくなったら組みつけ。プレイス。もうちょい打てます。あ、ラスト10秒。10秒です。ドリーム来た、ドリーム。ドリームが来たぞ。ドリームが来た。そうそうそう、いや今の体おかしかった。ありがとうございました。全然さ、ブロックしてないかと思って。まだ残って、ディフェンスの座り。大きい整えながら。まだ攻撃が良かった。いや、動けるかな。攻撃が良かった。まだボディ打たれた時に、ガードこうやって下げちゃった、両手で。両手で下げちゃうともったいないから、片手だけで下げても。下げても片手だけ、片手残しとかない。次が来る。打って。引かないから、これじゃ。ボディ。片手で、片手だけ。緑は？緑。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 緑こうやってやったら次。緑来たら？緑来たら？時間ちょっと止めて。肘と膝くっつける。ガードしたまま。連続さん技術すごいよな。次はね、11月かな。1ヶ月後って言われた。1ヶ月後に、ミュウツーとやる。軍曹スパーリングやるんじゃないかな。うん。うん、それでもいいし、片手で払う。前蹴りも、そう、片手。全部片手出した。手出した。蹴りは手を持たないです。全部足で。インローブ。インローブ足で勝つ。だから、カット。緑のカット。はいよ。はい、いいよ。はい、いってね。全然だから、ガードを両方とも下げるってことはありえないってね。はい。そうなんだよ、ミュウツーとぶん殴り合いだよ。ドルさん主催だが、ドルさんの枠でやる。ドルさんの枠ね。いやー、いやー、ねえ、
また緊張しますね。またとね、私はか、ありがとう、ありがとう、ありがとう。いやー、絶対負けらんねえよ。彼女の敵取るんだ俺は。なあのんちゃん、ぶっ飛ばしてやろう。闘志がもう湧いてる。いいか、今の中だけです。お前が思ったんだからな、はい、男らしく密着つけろ、はい、差しで、男なら差しでやろう。ゴリゴリに攻めよ、ゴリゴリに。はい、おはよう。1対1だな。試合決まったよ、みーすけ確定。ミュウツーバーサスワード、どれ枠。まあ捨て頃のメンバーだからね。はい、よし。いや、ボコボコにするよ、殺すよ、本当に。皆さん、じゃあ、よーい、スタート。やっちゃうよ、ありがとう。おお、しょっぱなから、おい、おお、いいぞ、おい、おい、おい、いいぞ。あ、もう攻めていく、すげえな。ちょっと待ってこいよ、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 すげえ、こいつポンチあるぞ。おお、ナイス、アギー。おお、うえい、うえい、いいよ。おお、どうした。うえい、何秒、何秒、今1分20秒。あと40秒しかない。いや、こうやガッツあったよ。日本なんでよくない。体格差こんだけあんのに攻めてくっかんね。こうや普通に気持ち強いよ。ローキック狭入ってる、大丈夫か。はい、ラスト1分、前段フルスイングだから。おい、頑張れ。こうや細いね、この時。なかなかいい気合じゃないか。おい、マチルダいらっしゃいよ、カレー、久しぶり。残り30秒、頑張れ。今太ったね、こうやね。残り20秒、集中しろ、こうや、集中しろ、ラスト、集中しろ、頑張れ、構えろ、構えろ、やられても行け、行け、やられても行け、ラスト10秒、6月か、あの捨て頃の合同練習だね、これは。捨て頃の合同練習だから、かなり前のだよ。金梅さんともやってるんだ、覚えてねえな全然。あと今ぐらいね、スピードもいらないし、お互いの金梅さんってやってるんだね。すげえやりづらいよな、これ。すげえやりづらい。必ずグローバーお願いします。だからね、そうそうそう、それぐらいです。まだ殺処刑の時に、わぁ、もうもっと外まで、もっと外、もっと外、もっと外。はい、カメオいらっしゃい。おぉ、いい、いい剣じゃん、剣じゃん。金梅さん綺麗なんだよ。金梅さん強いよ、フォーム綺麗だよ、うん、そうそう、金さん空いてたらこう行くつもりで、イメージで。これマスね、ちなみにマス。パンチもパンチも、そうそう、遅いわと反応が。全部もらってるやろって。これはすごろ出てないよ。じゃあ俺に喧嘩打って、俺と1対1でやらせろって言ったから、あの喧嘩だね、要は。ストレートいたの、
マススパーか金梅さんでやったのは。オッケー。次辰彦と。あごと胸のあたり、目を見ると目のフェイントに引っかかるから、相手の目を見ない。タツヒコ。いや、こうやとやったの流したのさっき。始めます。はい、こうやってやったやつを流したのよ。懐かしいな。ヒカルくんとやってるやつがある。じゃあずっと待ってんじゃなくて、ゆっくり歩きながら胸骨開いて鼻から吸って口から。いや、ドルさんが主催するっていうやつだよ。ステゴロはほら、便所さんが権限持ってるから。そう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 。試合の時に。やらなきゃいけないのは心拍数を求めるの。いやー、ヒカルくん強かったな。ドレスさんにボコボコにされたよ俺。子供いっぱいパパ探すズームする。うん、ボコボコにされた動画。じっとしてないで少し頭振れ。そうそうそう、体をじっと振れ。そうそうそう、ワロ向けよ。もう一発じゃないぞ、そういう単発じゃない。手から行く、手から。これはちゃんとカットしないと、もろを効いてくるぞ。はい、今緑で終わったらよかった。はい、黄で終わったら。いや、ローキックのカットが内に入るから持ってかれちゃうの。外。はい。おお、高いけ、高いけ。見合っててもしょうがないぞ。どっちも怖いんで行かないと。はい、いい、今のいいぞ、いいぞ。そうだそうだ。おお、いいよいいよ。それ技術あんだぞ。うん、まあこれはヘッドギアつけてるからそんな痛くないかな。今のコンビネーションもいいぞ。はいはい、ガスイッチ入れろ。膝で膝、膝で膝、膝で膝、左。そう組んだら左だよ。背中を攻撃しちゃいけない。はい、ブレイク。背中を攻撃しちゃいけない。こっちの膝今だから。もう一つだけ作れ。まだまだいいんだよ、時間いいんだよ。もう一回消すからね。もう今日悪くないんだぞ、はい、ポイント的に同点だよ今。あ、ごめんごめんごめん、あれあれ、うん、最初目安ですよ、徐々に。3分でいいですか。3分中だから。だからあのいいの、光るストレートとかフックとか。あ、光くんとやってるのあるな。中だから。だから
光ワード3分で勉強になるね、改めて見ると。さっきの勢いで言ったら相手も返すよ。だから余計に何ガードするのは、このラウンドはガードちょっと意識して、顎を引いてもうこうなって当たっちゃってるから。でも今絡めていいんだ、絡めて3分でいいですか。2分で、はい、マッスルですよね。マッスルマッスルだよって言うと、前がガンガン行くから返すぞって言うから同じだけで、はい、いただきます。お願いします。いや、進んない。頭を見て、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 でも練習練習してるから逃げない練習だから、いいの、光るストレートとかフックとか、はい、頭打つぐらいは打っていいから、いいぞ、そうそう、あれを試したいな、試してみろ。目や、目をつぶない、打たれて目、おい、そう、打たれて目をつぶない練習だよ。あと下がらない、下がらない、そう、3秒、はい、ナイス、あと首相撲少しやろう。ラストインさん、ジャンプいいな、もうモーションでしょ。そう、それを見て、そうやって逃げ、そうやって逃げ、ガードされない。腹一発蹴られたら大丈夫、一発撃たれたら二発返す、撃たれたら二発返す、ガード両手下げない、両手下げない、あー来た、あー行ったこれ反応がこれ全員で一回ももらってるから、ハッとしないとやばいな、やっぱり間に合わなかったら力入れて前出すだけでもいいか、ちょっと出すだけでも違う、はい、ダメだね、ローキック一発でワンダウンなんだぞ、ダメだよな、これでもうスタンディングダウン取られちゃう、取られちゃう、痛いね、顎引いとけ、顎引いとけ、ガードすればなんとかなる、声出して、声出して、声出して、そう、逃げ方、逃げ方よ、あ、キャーンって入ったよね、軽めだったけど、桃かに入ると痛いんだよね、打たない、したら打たれても前に出る、手出せば、手出せばいい、前に出る、後ろに、後ろに行け、ラスト10秒、後ろに行かないで、頭打って、頭打って、前に出る、前に、あと頭打って、頭打って、クリッチでも、クリッチでも打って、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 えいえい、イメージな、そうそうそう、はぁ、改めて見ると面白い、はい、おい、お疲れっす、これできたらもう100点だ、いや、今ね、別の話題になっちゃってる。あ、そうだ、ミシャちゃん。最近もワード、めっちゃモテんだよ、リスナーから。モテんの？すごいんだ、もう。年上でしたでしょ？だって、年上好きなんですか？大丈夫。タイムキーパー。あれの子誰だっけ？いや、いいところ見せないとね。あれの子誰だっけ？モンちゃん、あれのセコンド、セコンド。プロボクサーのモンちゃん。あの最初に戻って、全然ゆっくりやってるから、こう、頭に乗せて、あご引きながら、全然見えるから、それまでどんな話、そうそうそう、いや、なんか、ね、経営者の話とかして盛り上がってたんですよ、パリングしたら、同時に出す、うん、なんかこう、ビットコインの話とか、蹴り出すやろかな、なんか、まあ、何が儲かるとか、疲れますよね。そう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 、ワードそれでいい、それでいい、それでいい、そういうリズムで動いとけば相手は的絞らなきゃいけないから、じっとしてるから当たるんだ、怖がんない、そう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 、顎引いとけ、そうそうそう、いいじゃない、いや結構僕受けいいっすよ、もともと経営やってたんですよ、あ、バッチリ打ち合わせから切れるから、パワーあるよな、頭が隠れるから気をつけてよ、もう大丈夫、まだあんま頭下げんな、切っちゃうからあいつの顔、ワン、ツー、ボディで、ワン、ツー、ボディ、そうそうそう、もう打たせてくれてんだからどんどん練習しろ、ワン、ツー、ボディ、ワン、ツー、ボディ、ワン、ツー、
弁護士さんカウンター狙いだからね。3発止まらない、3発止まらない。1、2から、ワン、ツーボディ。あっ、すぐ戻せ、打ったらすぐ戻せ。弁護士さんカウンターうまいね。小関しないからなんか調子いいみたいですね、ゼダイさん。怖くなってきて。おい、ナイスストレート、いいぞ、いいぞ。おい、おい、いいぞ。で、どれさん。キャットファイトじゃないよ。そのワイヤーで、プロボクサーだから。本当に C 級ライセンス持ってるプロボクサーだよ、モンちゃん。もうボクサーのジャブでしょ、これ。完全に腕伸びきって肩回して、ガードがしっかりしてるんだよ。キャットファイトじゃない。プロボクサーのジャブだから、これ。モンちゃん、プロライセンス持ってるわ。フットワークが素人じゃないですよ。本当は違うんだ。本当はドラさんがリングの仕事を取ってモンちゃんが周りを回るはずなんだけど。プロだよモンちゃん。リングを今支配してるんだね。プロライセンス持ってるから。ドラさんが周りを回ってるの。逃げながら。中央に。どっちかしたらモンちゃんが。ドラさんやめてください、やめてください。おい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 お
て、詰めて、詰めて、そう、打つ、詰めたら打つ、離れたもの、一分、見合わない、そう、見合わない、詰めて、コーナー詰めて、そう、詰める、反発終わらない。ドレさん主催でやるんで俺は怒ってるんでね、編集見て1ヶ月後。いや重いよな、パンツが、パンツが重い。みやびさんよく倒れなかったよな。のんさん圧勝だったね。のんさん強いよ。アッパーってこうやって打つんだね。再開します。詰める、押す、詰める、いっぱいいらっしゃい。詰める、顔を上げる、ガードを上げて当たらない、ガード、強すぎるだろ、こんなの勝てるわけねえだろ、ほんと強すぎるよな、ほんと。どうしたらいいんだよ、こんなの。こんなん勝ち目ねえよ。いや、ドレさんの本気の顔怖いよね。こんな無理だよ。いや、ドレさん怖いよね、おっかないよね、やっぱりね。いやー、またやるのか。ついにやってしまうのか。いやー、ボコボコでしたね。ガチ感、いや全員ガチだったよ、全員ガチで、いや本気で練習してたよ。いやー、楽しみって言われてもね、怖いよね、こっちは。マジで怖いよ。あー、でもボコボコにするけどね。悪いけど、今回は。彼女の敵を取るんだよ、俺は。練習が嫌だけどね。練習がすげえ嫌だ。リングの上なら訴えるとか煩わしいこと言えない。あ、もうサイン書く。死んでもあれですっていう。死んでも怪我しても相手にっていうサイン書くからお互い。文句言えないっつうか、もう思いっきり出るよね。
もうやってやってやりまくるしかないね。あ、向こうから喧嘩売ってきてるわけだからね。こっちは買うだけっすよ。売られた喧嘩買いましょう。なんで俺がミュウツーとかいう雑魚相手にしないといけないんだよな。すげえ嫌なんだけど。前歯を折ろう。目標、前歯を折る。もんちゃんだよ。もんちゃん、もんちゃん。プロ。モンプロだよ、モンプロ。YouTube に動画残ってるから、俺の YouTube チャンネル登録してよ。もしよかったら。いろんな動画残ってるから。トップページに貼ってあるよ。あの、捨て頃スパーリング動画っていうの、下の方にあるから。コロコロってクリックすると出てくるよ。なんか調子のいい時と悪い時の動きが差が激しいね。もんちゃんプロ、あのライセンス持ってる。もんちゃんプロだよ。髪の毛切ろうかな今日。あ、やべえ、今日あれだ、振り込みしないといけないんだ、忘れてた。今日金曜日だよね、花金。今日は木曜日か。実際強いっていうか、まあ、あのフォームが異常に綺麗だね。フォームが異常に綺麗。プロですよ。あ、ありがとうございます。頑張ります。まあ、たまに気が向いたらコメント打ってよ。やっぱコメントもらうと嬉しいからさ。うわ、超懐かしい動画出てきた。うわ、懐かしい。ヒカルくんとのやつだ。ちょっと見ようぜ、これ。うん、うわ、超懐い。こんなん残ってたんだ。懐かしくね。あ、コメント復活した。超熱い。おはよう、夫婦マン。ヒカルくんの地元でやってたやつだ。郡山のやつ、熱いね。うわ、夏、また行きたいな。てかヒカルくん住んでないから無理か。
まだお互いさ、あのインローが打てなかったの。インロー覚えたんだよ、ここで。内側のローキック覚えてないから、パンチ主体なんだよね。そうだから、ローキックが異常に少ないんだよね、やっぱり。季節ね、桜ばっかりだ。桜前線追っかけてたね、懐かしいね。動きが違うもんね、やっぱり。いや、まあ数ヶ月やんないと無理だよな、やっぱり。俺のステップインジャブを覚えたところだ。懐かしい、超懐かしいね。青春だな。方お互い分かんなかったもんね。どれくらいの加減でやっていいのか分かんないんだよね。超懐かしい。あ、先生ちょっと余裕。おお、うまい。やべえ、超懐かしい。超懐かしい、ね、手探り感だよね。どうやったらいいか分かんない、ね、2人とも。すげえ懐かしい。いや、光くん運動神経が異常にいい。黒い方が俺。こっちが俺。懐かしいな。懐かしいね、青春だね。めちゃめちゃ懐かしいわ。いろんな思い出が配信にログに詰まってるからね。へえ、そうなんだ。へえ。こ
これもよく見たやつかな。辰彦が公園に来てくれたんだよね。これすげえ勉強になったな。暗いんで、あと危ない、危ないです。逆に怪我とかしたりしたら試合に前に。約束稽古。辰彦痩せてるな。どうしたらいいんだろう。痩せてるな俺。よく僕らよくやってたのマススパーで当てずに、あのグローブつけずに当てずにも自分のその前とかだけパッティングしたりとか、はい、よくやってましたね。足も当てない。足は当てますよ。当てもそのはい、はい、こうこう、はいはい、じゃあそれ、はい、グローブって感じで、はい、グローブつけててもいいですか。あ、いいですか。もし当たっちゃったら嫌なんで。僕も、はい、じゃあお願いします。はい、おはよう。走り込みだよね。ありがとう。懐かしいな。プールね、筋肉が柔らかくなるしね。全体運動だからね。懐かしいぜ、懐かしいぜ。やだな。でも練習がやだね。いや、トレーニングしないと、その、やられちゃうからね。喧嘩だから。体重は俺の方が重いからね。だからスピードは多分向こうの方がはるかに速いと思うから、距離詰めてボコボコに殴り合う感じだ。足使わせないっていうか、多分反射神経もいいはずだから。一気にラッシュでしょ、もう初っ端から。
買い物行こうかな。髪切ろうか迷ってんだよな。どうしよう。植えたいね。頑張って、マジか、みんなリア充だね。俺もジム通いてえな。のんちゃん今日どんな感じ？寝てる？え？いや買い物行こうかなとか思ったんだけど、病院行くの？今日は。寝てる？一緒に行く？寝てる？オッケー。いや狭いよ。ワンルームで6畳半か7畳ぐらいしかないよ。めちゃめちゃ狭いよ。いや狭いっす狭いっす。
マジで FX 終わるでしょう。マジか。ジム行こうかな俺も。じゃあそろそろ俺は終わりにするわ。みんないつもありがとね。お疲れ。ちょっと買い物に出かけます。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。